私の感覚では完全に理解してるみたいな感じだったら10人ぐらい、まあ、数学って、うん、だいたい議論で決着がつくじゃないですか、うん、数学以外の社会ってそんなことはなくって、うん、みんな憶測とかで話しますよね、はいはい、誰が言ってるのか、はいはい、そういうような、それと似たようなことっていうのが IoT の場合には起きていて、これ第2弾出したいのもね、あのこの やりたいですね、カンフレンスとか、あと AI が決着させた時にちょっとね、やりたいわけやん、これ分かんない。はい、こんにちは、ピボットの竹下です。エクストリームサイエンス始まります。この番組はビジネスに不可欠なサイエンスの知識をエクストリームとことん追求していく番組です。一緒にお届けする脳科学者の茂木健一郎さんです。よろしくお願いします。ついにこの日が来ましたね。はい、でこれはひょっとすると世界史に残るような話が聞けるかなと思うんで、はい、楽しみです。いや、テーマがこの ABC 予想と IoT 理論ですけど、超難解。まあ、で僕正直事前にねいろいろ準備するじゃないですか。今回のことは準備のしようがないっていうか。そうですよね。これ加藤先生、加藤先生です。先にちょっと変な質問で申し訳ないんですけど、はい、ちょっとジャーナリスティックな質問なんですけど、IoT って今世界の数学者の中で理解してると推定されるの、ベース推定的に何人ぐらい？まあ、一説にはね、その20人とかっていうふうに言う人もいますけど、まあ、まあ、いろんなそのレベルがあると思うんですけどね、まあ、おそらく私の感覚では10、まあ、完全に理解してるみたいな感じだったら10人ぐらいなんじゃないかなっていうふうに。かつてアインシュタインの一般相対性理論を理解してる人が世界で5人ぐらいとか言ってたけど、あの数学はまあ比較的そんなに現代数学からするとそこまで難しくないじゃないですか。この IoT はガチだってことですね、うん、難しさが。まあ、でもそのおそらく一般相対論もね、当時 その数学のレベルから言ったらすごく難しかったんだと思うし、だからまあ同じようなことがまた繰り返してるのかもしれませんね、100年経って。でこれ川上さん、ボリュームの問題もあるんですかね。川上さんが今回100万ドルのプライズ用意した理由が、ボリュームに見合うなんかリボードがないっていうようなことをおっしゃってましたよね、記者会見で。いや、だからまあ、数学って、うん、だいたい議論で決着がつくじゃないですか、まあ、でも、まあ、数学以外の社会ってそんなことはなくって、みんな憶測とかで話しますよね、誰が言ってるか、はいはい、そういうような、それと似たようなことっていうのが IoT の場合には起きていて、みんなその理論自体を読んでるわけじゃなくって、正しいと正しくないとかっていう数学者自身とかもなんかいろいろ行ったりしてるっていう状況があったんですよね。でそういう話を、まあ、文元先生から聞いてて、でなんでそんなことになってるんだって言ったら、要は論文が長すぎてもう物理的に読めないっていうみたいなね、読む時間も取れないみたいな。でこれ加藤先生の場合、あ、これ文元先生って言った方がいいんですかね。加藤先生の場合、まあ、望月先生と京都でずっとセミナーをされてたじゃないですか、はい、あれ結局、何年ぐらいなんですかね。6年弱ぐらいですね、されてたわけだから、それぐらいの時間をかけて、まあ、理解されてるわけですけど、全くだから今の、現代数学の基本的な知識を持ってる方が、その望月先生さんの4つの論文を理解しようと思うと、やっぱりそれなりの時間を投資しないといけないってこと、まあ、かなりの時間は必要、かなりの時間が必要だと思います。つまり4つの論文だけを読めば、まあ、終わりっていうわけじゃなくて、まあ、4つの論文を読むためのその助走の部分の論文っていうのもいくつかあってですね、でそういう、まあ、あとそれからまあ基礎となる、まあ、エンアーベル幾何っていうのがあるんですけど、そういったものの勉強なんかもまあ含めたら、多分、まあ、かなりそのプロのね数学者でも、まあ、1、2年はかかるんじゃないかと思います。1、2年、はい、フルタイムでですか。まあ、そのぐらい、ライアン、これ大変なことだと思うね。すごいですよね。ちょっと補足すると、この ABC 予想っていうのが、まあ、望月新先生という京都大学の先生が、まあ、証明したと発表したんですけれど、600ページぐらいあるんですかね、先生。そうですね。はい、もうぐわっとたくさんあって、まあ、今おっしゃったように、なかなか理解してくださる人が少なくて、今ちょっと論争が起きてるっていうところですね。ただ、京都大学の、はい、まあ、数学ジャーナルに一応載ったと、査読付きで載ってるんで、はい、
誰かチェックしてるんですね、その100ページ、はい、川上さんも数学は個人的に勉強されて今先生と一緒にプロジェクトやってらっしゃるんですよ、ああいう程度、まあまあまあ、うん、僕数学者でも何でもないので、はい、僕ただただの数学好きですけどね、はい、はい、いつから興味持ってるんですか数学。いや数学の興味もずっとそれは子供の頃からありましたけど、うんうん、あの数学の勉強を家庭教室でやり始めたのはまだ5、6年前ぐらいですね。なるほど。あのこれね、あの、はい、前回前々回かな、池上隆さんが来てくれて、うん、で彼が言ってたじゃないですか、その高校レベルで数学が得意だと思ってた人が大学に行っていきなりイプシロンデルタとか来て、あ、言ってましたね、うん、衝撃を受けてそこであまりの格差に、うん、でもその文言先生がっていうか加藤さん先生がおっしゃってるようなその IUT ってまあ、その現代数学を一通り勉強していってまたその先の話なんで、うん、かなりちょっと大変だよね、うん、正直。でもこれ加藤先生なんでこんなに、まあ、揉めてるって言っていいんですか、 なんで決着がつかないんですか。うん、いやそれやっぱり難しいですよね、うん、一言じゃなかなか言えないと思うんですけど、まあ、あのやっぱり理論自体がとてもまず難しくって、うん、それをこう、まあ、あの理解するのが大変だ、だから基本的に、まあ、事実上不可能になってるっていうことはあると思うんですけど、その理論をその広めるっていう視点からもその、まあ、要するに理論をこうできるだけ多くの人に理解してもらうようなこうそういう助けになるようなこう動きとか波とかなかなかそういうのが起きてこなかったっていうこともありますよね、うんうん、まあ、ちょっと詳しく解説いただきたいんですけど、はいはい、はい、そうですね、ただこの、はい、相当すごいんですよね、この IUT 理論ができたことで、うん、もう、宇宙がひっくり返るぐらいの衝撃なんですね、まあ、かなり数学にとってはインパクトは僕は大きいんじゃないかというふうには、うん、感じています。あの、はい、僕も一応物理学科出てて、はい、まあ理論物理の世界で言われてた、例えばだから一時期そのエドワード・ウィッテンっていう人が超ひも理論っていうのをずっとやってて、超ひも超膜とかそこら辺の数学の発展があったんですけど、そういう高度差とまた全然また違う高度差っていうか、そもそもね数論の基礎っていうか、あの数って何みたいな、うん、あれ数におけるあの足し算とか掛け算っていうその演算の役割は何っていう根本のところで、うんうん、ちょっと後ろから膝カックンされたような、うん、ちょっと質の違う高度差、ね、そうですね、まあ、あまりにも基本的なことなので、そういう基本的なレベルから数学その、まあ、整数論を、うん、まあ、こう革新するっていうか、あの革命、そういう革命を起こすというかね、そういう、まあ、あのなんていうか大きな、まあ、変革ですよね。それであの、あのお二人が FCCJ で あの記者会見でも言ってましたよね、あの副所長の方かな、でも実際にはその、ひょっとしたらコンピューターサイエンスとか人工知能とか、うん、そういう非常にビジネス上 あの実際上の応用にも、なんか結びつくような成果が得られる可能性があると、まあ、おっしゃってるのはあの、うん、フェセンコだと思う、うん、が言ったことだと思うんですが、うん、まあ、彼が言うにはね、うん、その量子計算などにすでに応用されていると。量子計算で、量子計算なんかではすでに、まあ、理論的にですけど、そういう理論、あの応用理論を考えている人たちはいるんだっていうことなので、これはかなり期待できますね、そういう意味では、まあ、もし本当にそれが、まあ、うまくいくのであれば、うん、かなりな、まあ、現代だけじゃなくて未来社会にもかなりのインパクトがあるわけですね、うん、その ABC 予想を利用してるってことなんですけど、うん、IUT 理論を、ね、IUT 理論、それすごい話ですね、うん、そういうことですね。これあの加藤先生、あのいろいろこれからご説明いただく前に、あのおそらく数学ある程度好きな人があの ABC 予想自体を見ると、うん、あのその予想の形式自体がすごく不思議な形をしてるっていうか、うん、あのこういうほとんどのケースでこれを満たすみたいな、だからあの定理っていうと普通は全て、例えばフェルマの最終定理もそうですけど、存在しないとか、あるいは全てこれが成り立つみたいな定理が多いと思うんですけど、 ABC 予想の場合、いやほとんどこの関係満たすんだよねっていう、ああいうほとんど満たすんだけど例外があっても少数だみたいなタイプの予想が数学で役に立つってのはこれどういうことなんだろうって、おそらくねみんな興味持つと思うんですけど、あれどういう気持ちなんですかね。うん、いやだから確かにそのまあなんかすごく定量的に正確に物事の出現とか存在を予言するという形の定理じゃないですよね。うん、ですよね。でも例えば結構整数論ではそういうのって結構多くて、うん、例えば素数は
あのどのぐらいの頻度で出現するかっていうことはもう完全にエグザクトに次の素数が現れるのは何番あ いくつ後とかね、うん、いうことってわからないんですけど、その全体として見ると大まかにはこのぐらいこういう頻度素数定理って言いますね、っていうように何かこう整数論ではそういうこと結構あるんですね。面白いですね、素数定理ってあるから素数は無限にあることは簡単に証明できるんだけど、はい、うん、どれぐらいある数までに素数があるかっていう分布が、まあ、大体分かってるんですよ。そうですね、ログ X 分の X ぐらいの、うん、あので、まあ、大体その近似できるっていう、うん、だからあれすごく不思議なの、数学って言ったら非常に厳密に白黒つくような気がするんだけど、大体こんな感じっていう、そうです、うん、議論も、うん、その整数論では、うん、役に立つって非常に有力な、まあ、そうですね、まあ、基本整数の一個一個の整数ってやっぱり難しいんだと思うんですよ、うんうん、だけど整数全体が集まってどういうふうに見えるのかっていう、そういう形の定理っていうのがやっぱり整数論の、まあ、ある種こう、まあ、本当に本丸的な定理なんじゃないかなっていう、うん、だからすごく厳密な数の世界なのになんかちょっと定性的な、そうなんです、うん、ちょっとその辺川上さんに聞きたいんですが、なんか大体分かってるとちょっと数学の素人からするとちょっと違和感があるっていうか、もっとみんな厳密に議論してたりとか、まあ、今回の ABC 予想みたいになんで論争起きてるのかちょっと分からないところなんですけど、その辺って川上さんどう思われますか。なんか今回、まあ、プライズとかも作ってますけど、うん、いやいや、はい、僕に聞かれても、はい、そこにすごい興味持たれてるんですよ。記者会見見たらそこにすごい興味持ってるみたいなことおっしゃってたと思うんですけど、いやだから、はい、いやなんか現象として面白いですよね。なんかね、その数学者がなんかそういうまあこういう形の議論をしてるっていう、のが面白いですよね。僕が持ってる数学者のイメージとは違うので、はい、いやね、せっかく加藤先生、はい、じゃあちょっとスライドで、はい、ちょっとまず年表出してもらっていいですかね。年表出す、はい、ちょっと年表で振り返ってその後先生からご解説いただきたいなと思います。まずそもそも ABC 予想というのが1985年に、まあ、ヨーロッパの数学者から提起されて、まあ、本当に2000年以上の歴史がある整数の中でも、まあ、超難問みたいなふうにされました。でここから2005年から実は加藤先生と望月先生がなんかキャンパスで声をかけられてセミナーを始めて、うん、当時京都大学もいられたそうですね。はい、そうです、これは なんで加藤先生に声がかかったんですか。いや望月さんとはもともと知り合いだったんですね、はい、うん、もう1997年に初めて会ってから、うん、まあ、ちょくちょく会っていたんですけど、まあ、2005年 の確か5月だったと思いますが、うん、キャンパス歩いてる時にばったりと会って一緒に食事しましょうって言って、うん、で食事してる間に、まあ、セミナーのいろんな話になったっていう、そういう一冊ですね。加藤先生ね、はい、もうつい教授は FCCJ での記者会見でもみんなそこ聞いてましたけど、メディアの取材をまず受けないじゃないですか、だから来年 のカンファレンス4月の、あれ望月さん取材受けるんですかみたいなことみんな聞いてましたけど、うん、意外とそういうある種の人たち、加藤先生みたいな方に対してはフレンドリーなんですね。うん、うん、まあ、まあ、なんかやりませんかとか、まあ、誰にもフレンドリーだと思うんですけど、うん、あ、そうですね、焼肉食べませんかみたいな、まあ、そうですね。だけどまあその確かにメディアの取材は受けないっていう、いやでも合理的には気難しいって感じじゃないんですよね。めちゃめちゃ合理的なんですよ、うん、そうなんですよね。気難しくはないんだけど、メディアの取材は受けない、いや受けないって、うん、いやそれ、ね、理由はちゃんとあるんですよ、うんうんうん、それ合理的なんですよ、うん、単純にだってメディアの人理解できないでしょって言理解してない理解できない人に説明しても意味がない、確かに意味がない、うん、なるほど、そう言われてしまった。そうですね、そういう、うん、なるほど。川上さん会ったことあるんですか。はい、僕は、はい、京都にも、はい、何回か行って、はい、そのカッコで共鳴箱って入ってるんですけど、はい、だから共鳴箱っていうのは私自身はその IUT 理論、インターユニバーサル対比ミューラー理論のね、うん、まあ、それが出来上がるのはこう目撃はしたけど、それに対して本質的なその寄与っていうのは、まあ、特にはしてないと思うんですよ、うん、ただその出来上がる途中で望月さんがその僕にいろいろ話をしてくれるわけです。今ここまで考えた、こういうことに今問題が起こってる、うん、ここがこういうのが乗り越えられたっていう、そういうのに対して僕はこう共鳴してあげるわけですよ。あるいは、まあ、僕がこうその無意識に共鳴するんだと思うんですよ、うん、でそれがそういう意味では役に立ったかなっていう、そういう意味でだから共鳴箱っていう、なるほど、です、うん、壁打ちと呼ばれてるようなですね、そうそうそう、だからそれね結構、まあ、私が言うのも変ですけど、私自身はだからなんかこう研究者として本質的な役割をしたというわけ
けじゃないけど、まあ、共鳴箱としては役に立ったかなっていう、そういうことですね。1対1でやるんですか、はい、セミナー。あ、1対1でした。はい。あ、なるほど、で、たまにこういう時事問題とか、あと好きなガジェットの話とか、うんうん、で、終わった後は絶対焼肉みたいな。でしたね、はい、でこれ僕すごく科学全体から見て面白いなと思うのは、やっぱりこれが数学、川上さんもおっしゃったように数学の美しさだと思うんですけど、まあ生物の世界だとね、要するにネイチャーとかサイエンスとかセルだとか、そういう論文に出たってことを偉いって思うという傾向があるじゃないですか。数学、僕これ望月さんこの時、僕その数日後に僕噂聞いて、なんかすごいのアップしたらしい、これこんなんできましたっていきなり上げたわけじゃないですか、 PDF で。これがやっぱり数学潔いっていうか、あんまりそういうどこのジャーナル載ったとか、そういう外形的なことよりも理論自体が、真実を語るっていうところがあるってことですよね、文化として。うん、まあそれもそうですが、新しい論文書いて、うん、まずは何らかの形で、まあ、それをそのリリースする、個人的に、うんうん、まあ、あるいはアーカイブというところがありますが、そういうところに載せるとかっていう、まあ、それはつまりまだちゃんとした査読通ってない状態で発表するっていう、うんうん、それはもちろん読む人もそういうつもりで読むわけですけども、だからそのまだ投稿する前にこういうのできたよっていうふうに発表するっていうのは、まあ、珍しいことじゃないんですよ。これ数学人工知能もコミュニティとかでもそういうことあるみたいですし、理論物理でもそういうとこあるみたいですけど、でも数学は特にそれが一番強いイメージあるんですけど。いや、そうなのかもしれませんね。まあ、ちょっと他の分野とちゃんと比べたことがないですけど、結構プレプリントって我々呼びますが、つまりまだ査読が通る前の、うんうんうん、状況の論文の形でいろんなことが流通するっていうのは我々にとっては普通のことですね、うんうん、ホワイトボードにこうやって突然これ目撃されたんですか、加藤先生もホワイトボードに書かれたの、はい、何をですか。この IoT 理論に基づいた証明がホワイトボードに書かれたっていうふうにご著書で読んだんですけど、はい、はい、いや、いつもだからセミナーするときはホワイトボードを使っていて、まあ、何年か後のホワイトボードにはその、まあ、証明が書かれていたっていう。なるほど、ここで証明終わりみたいな、ね、そういうことはありましたけどね。この、その川上さんが出ますパワー、はい、本当川上さん の, その数学好きはすごい有名で、僕のところに出入りしている大学生も高校の頃から本当にこのマスパワ ー, あーで随分いい仕事をされてるんです、うん、本当に数学好きの高校生にとっては今ちょっと、はい、なんかそこのなんかもう、うん、なんか育成のなんかチームになってるっていうか、はい、で今プリムズが論文受理したところまで来てるんですけど、これ僕ね、実は加藤さんもお書きになってるんですけど、一番僕にとって謎なのは、普通、まあ、そういう数学ってほら川上さんも言われてるようにフェアな世界じゃないですか、うん、普通に考えたら、はい、でその一応その論文アクセプトされたってことは、まあ、一応その査読者たちが瑕疵はない、ギャップもないって判断されたってことじゃないですか。にもかかわらずまだそのアクセプタンスっていうのがコミュニティでないっていうのは、これ数学の世界ではかなり異例なことだと思うんですけど。いや、とっても異例だと思います。どういうことなんですかね、はい、いや、川上さんに言われるボリューム問題なのか、まあ、一言でなかなか言いづらいと思うんですが、うん、まあ査読が通ったという通って実際その掲載されたわけですが、うん、という事実がある傍らで、まあ、それに対して、まあ、疑義を唱えてるそういう人たちもいるわけですね、うん、実際に。でそういうその人たちっていうのが、まあ、非常にその数学界の中で、まあ、かなりこう人気のあるというかですね、まあ、非常に信用も高いし、そういう人たちだっていうこともあり、だからどちらかというとそのまあ雰囲気としてはね、欧米の数学者的な雰囲気では、まあ、日本人が論文を書いてその日本の雑誌に掲載されたけど、それをまあ、欧米の数学者が疑義を唱えているという状態で、まあ、どちらにつくかっていうのも変な話なんだけど、まあ、やはりその彼ら欧米 の, その数学者っていうのが非常に信用が高いというか人気の人たちなので、まあ、そちらの方を信じている人が多いという、うん、そういう状況かなというふうに思います。川上さんどうですか、そのあたりどうご覧になってますか。だからね、まあ、今言ったからピーター・ショルツさんというフィズ賞を取られた方なんですけども、別に日本の、まあ、例えば東大 の,、うん、数学科の学生みたいな人も、うん、まあ、ショーツが言うんだからやっぱり間違ってんじゃないかみたいなことを言うわけですよ。うん、あ、そう。でそれでもすごいことで、やっぱり、ね、数学やってる人ってそんな言い方しないんですよ。そういうステータス普通ないですよね。言わないんですよ。数学やってるのはどんな人なのかって言ったらね、
これうちの嫁がね、その僕 の, その数学を教えてくれてる梅田君っていう人に質問したことがあるんですよ、うん、でどういう質問なのかっていうと、数学をやると何ができるようになりますか、うん、っていうふうなこと でその梅田君っていうのは、結構考えて、考えた結果の答えっていうのは数学ができるようになりますと。うちの嫁がそれを聞いて、こいつはバカだと思ったらしいんですけど、だからいろいろ考えた結果、確実に真だと思えるようなのは、数学ができることしかなかったっていう。でこれは他のね、長澤君とかね、その別の数学との人は聞くと、さすが梅崎さん、梅崎さんは天才だみたいなことあるんだけど、これ一般社会からこれバカとしか思わないような回答じゃないですか。でもそんな感じで厳密なことしか言わない人が、ショルツが言ってることらしいと思うみたいな、よくそんないい加減なことを。ピーター・ショルツェっていう人は、フィールズ賞を若くして取った、まあ言ってみればもう現代数学のチャンピオンになって、非常にもちろん重要な仕事をバンバンされてるし、かなり数学いろいろ現代数学を変革するような大きな仕事をしてるんですね。でそれだけじゃなくって、やはりその彼は非常に正確だし、それから人柄もやっぱり非常にいいんですよっていう、まあ、っていう、私は会ったことないんですけど、うん、皆さんそういうふうに言うので、皆さんだから好きなんですよね、ショルツェさんのことを。で、だから、まあ、私も多分、まあ、きっとお会いしたら好きになるんだろうと思うんですけど、そういう人だから、まあ、みんなそれで、彼が言うんだから、やっぱりこれはまずいんじゃないかなっていうふうに、まあ、なるっていうのは、少し僕は、まあ、気持ちとしてはわかる気がしますし、社会では普通ですよね。社会では普通ですよ。数学でもやっぱり全ての数学の論文を我々は読むわけにいかないんですよね、はいはいはい、自分 の, 専門のすごくなんていうか、まあ、ある種、まあ、狭くなっちゃうけど、自分の専門にとって極めて必要なものっていうものにはもちろん目を通してある程度中身を理解しますが、そうじゃないものに対してはやっぱりもう基本的には下馬評をまあ、参考にするっていうことしか、まあ、ないですよね、うん、それはもう数学の世界でも同じなん で,、うん、で例えばこれは脈割りだ、勉強する価値があるとなれば勉強しますけど、例えばショルツェさんみたいな人が あれはちょっとやばいぞっていうようなことを言われるんだったら、ああやめとこうっていうふうに、まあ普通だったらなると思います、まあ、普通はそうですけど、数学はなんか川上さんがこの本ではなんか学会では数学者名乗らないみたいな、その真実が大事だからみたいな書いてたんです。いやいや、ないんですかね。誰が言ったか関係ないのが、はい、基本スタンスだけども、まあ、例外はあったと。それが確かに、ごめんなさい、なんか数学、例えばじゃあ僕IUT の その本質理解してないですけども、例えば連続体仮説でどっちでもいいっていうふうになったりするじゃないですか。だからその IUT についてのなんかすごく根本的な前提が、実はどっち、で小津さんの方の立場も取れるし、望月さんの立場も取れるみたいな分岐が起こる可能性ってないんですか。いや、そういう可能性はないとは言えないと思うんですが、今論争になっているところってのはおそらくそのレベルの問題ではない、そのレベルじゃないではないと思います。じゃあ小津さんが指摘しているのはそういうレベルじゃなくて、どういう、12ページのレポートってのは僕すいません、まだ読めてなくて、まあまあ、最も重要だと思われる部分があるんですが、うん、はい、それは第3論文の中 の計3の12というやつですけど、そこの解釈をどうするのかっていう、まあ、非常にそこを まあ、それをめぐってまあ、ショルツェさんおよびその、まあ、もう一人スティックスさんという人がいるんですが、うん、彼らが彼らなりの解釈でまあステートメントとその議論をですね、彼らなりの解釈でこう翻訳するわけですね。その翻訳が違うと、でその翻訳によれば出てくる結果というのはつまりそんな強い結果ではなくって、何にもそんな強い ABC 予想のような強い不等式を証明するような結果は出てこないっていうことを、まあ、数学的に導いてるわけです。そこはそれもちろんなんか反論されてますよね。そうです。だからそれはそのもともとの解釈が違うんだっていう。あと IoT の、まあ、ご利益って変ですけども、うん、はい、は ABC 予想の証明だけではきっとないわけですね。そうですね。だから仮にじゃあ IoT の今回の望月さんの理論体系から、うん、ABC 予想そのものは出なかったとしても、うん、IoT 自体のポテンシャルはあるかもしれないですよね。まあ、それに言うと IoT 自身のポテンシャルとしては、うん、ABC 予想だけじゃなくて、まあ、実際にですね、まあ、
まあ、おそらくそういうことって秘密だと思うんですけど、だから私は知りませんが、あの望月さんたちはあの別の予想なんかにもそれでチャレンジしてると思いますし、まあ、そういう意味では IoT のポテンシャルっていうのは高いぞっていうことと、またそれからあのさっき言ったショルツェさんたちが指摘している部分っていうのはまさに IoT 理論の中核のところなので、もしそこでポシャっていれば IoT はかなりダメージを受けるってことは間違いないんですよ。で、あの広大ジャーナルに出た、うん、はい、あのフェルマの最終定義の別証明、はい、あれはやっぱりそこに関係するんですか？もちろんです。だからショルツェさんの議論 のところに、だから IoT 理論を非常に本質的に使って、うん、それでまあ、IoT 理論を少し強くしたんですね、うん、それで、強くしたっていうか IoT 理論の ABC 予想への、応用というのを少し精密にしたんです、ね、うん、それによって、まあ、少し精密な ABC 予想が解けて、それでフェルマーが出たっていう。ということは、塩塚さんと望月さんの論争と仮に呼ぶならば、うんうんうん、かなり本質的なところ、まあ、それだと、そこの白黒をつけることは重要だっていう。ああ、それはそうだと思います。はい、ということは、川上さん出したのは100万ドルのプライズも、そこを一番期待したいところですね。あ、そうですね、うん、だから実際そこ あの解決がね、うん、どちらの解決でも、うん、あのその100万ドルは払おうと思ってます。うんうん、そうそう、だから論文が決着したってことですね。それでも100万ドルということなんで、これでもあのものすごいことですよね、はい、あの今で日本人ってあの比較的日本の数学って世界的な成果を上げてきてると思うんですけど、ここまであのファンダメンタル なんか世界観の変更を伴うようなことって、うん、おそらく今まであんまり日本人やったことない。グロタンティークみたいなああいう、うん、カテゴリーを出してきたとか、ああいう感じのことってどうなんですか？あ、僕数学史ちょっと予測まで分かんないんですが、うん、まあ、確かにグロタンディーク、例えばグロタンディークの仕事っていうのはすごくパワフルだったし、うんうん、かなりファンダメンタルだったというふうに思いますが、うんうん、まあでも結果的に望月さんがやってることもかなりそのファンダメンタルだと思うんですね、うんうんうん、まあ、ある種違った意味で、うんうん、どちらの方がどのぐらいそのファンダメンタルかっていうことって今やっぱりなかなか評価できないから、うんうん、100年後ぐらいになったら、うん、やっぱり望月さんのやつがもうあのなんかすごかったねっていうことになるかもしれませんけど、うん、あの僕数学においてね、うん、一番面白いのがコンジェクチャーの段階ですごく、うん、なんていうかあの僕今日実はいろいろお聞きしたいことがあってあのゴールドバッハの予想だとかリーマン予想とか、あれ なんていうんですかね、まず予想を出す時点ですごいじゃないですか、だと、うん、なんかでその数学者の世界だとその予想を出せるタイプの才能がある人、うん、とそれを証明する、うん、なんていうかな、うん、才能っていうのはどういう分布してるっていうか、うん、そこ同じ人の中にいる場合もあるんでしょうし、うん、どうなんですかそのあたりって。いや面白い質問だと思います、うん、はい、あの確かにね、なんかこう問題作るの上手な人っているんですよね、うんうん、で問題解くのが上手な人ってやっぱりいると思います、うん、で問題作るのが上手な人はやっぱりなんていうんですかね、あのどうやってそんなの思いついたのかっていうような、うん、やっぱりアイディアマンですよね、まあ、解くときももちろんどういうあのロジックで何を使って解くかっていうのはアイディアが必要ですけど、あの、リーマンは、うん、あのリーマン予想のもとにリーマンゼータ関数のやつってあれすごく短い論文じゃないですか、はい、その後なくなっちゃったから、でもなんか論理展開はこうなるみたいなことを書いてて、だどうなんですかあの時リーマンは、だからそこは数学者の直感っていうのはすごいなと思うんですけど、うん、証明っていうことをしなくてもなんか見えてるんですか、ね、うん、この段階で、ね、もうそうとしかちょっとなんか言いようがないですよね、なんでリーマンはあのリーマン予想をあの出したのか、よほど自信があったみたいなことを書いてるんですけど、うん、もうこういうことはあのすごく確からしいみたいなことを書いてますよね、うん、リーマンがそこまで言うんだからかなりもう神の権威があったぐらいな。リーマンがそう書いて、その証明がここまで時間かかるっていうのも、なんかそのギャップが数学のものすごい変なとこっていうか面白いとこだと思うんですけど、それは何なんですかね、うん、いやーやっぱだから人間ってすごいっていうことしか、うん、まあ、リーマンってあのすごくあの性格的にはそうすごく臆病で、うん、こう内気であの無口でね、うん、あのしかも病弱だったし、なんかそういう人だったんだけど、数学の世界ではものすごく大胆で、もう、あ、そうなんですね、びっくりする。で人間ってだから
こう一つのだからこう非常に特殊な人間の形を見るような感じですよね。先生、僕のこの質問シリーズ、これちょっと最後に一応あのこの場面をしたいんですけど、はい、ラマルジャンは照明という概念がなかったわけじゃないですか。そのリトルウッドとハーディのとこ行ったところにその公式書いてんだけど、うん、その照明っていう概念がないから、うん、ラマルジャンはコンジェクチャーっていうあの予想っていう概念がなかったと思うんですけど、ラマルジャンの書いた数式ってのはあれは現代的な意味で言うと予想なんコンジェクチャーなんですかね、あれ。うん、あれは何なんですか、ね、でもバンバン証明されちゃってるわけですからね。だから結局正しかったっ正しかったんですけど、ラマルジャン自身はコンジェクチャーと思ってないわけじゃないですか、で証明っていう概念もないわけですよね。正しいと思ってやってるわけですよね。だからもう前から思ってるんですけど、あの多分 AI が一番最後に実現するのは、うん、人間を超えるのは多分数学で、うん、数学が一番最後だと思うんですけども、うんうん、なんかあの AI の最初の数学者はきっとラマルジャンタイプだと思うんですよね、うん、あ、コンジェクチャーマシンとか、オラクルマシンとか、うん、とにかくこうなってるはずだっていう勘、うん、のとても鋭いラマルジャンみたいな数学者になります。証明はないんだけど、はい、こうなるんじゃねえかって、うん、だって今も、ね、チャット GPT とかもね、あの素数とかね、あの慣例予想しますからね、うん、結構な確率で、うん、でも多くの数学者は例えばあのゴールドバッハの予想とか正しいと思ってるんですよね、きっとね。分かんないけど、まあどうして正しいのかって言われるとやっぱりよく分からないですけどまあ正しいわけですよね、今のところは。うん、でもね、逆に例えば僕みたいなこう、まあ、数学者としてはすごい平凡な人もたまにいろんな予想を立てるんですよ。でそういう予想って大抵すぐにポシャるんですよ。多分1週間後ぐらいには判例が上がったりして、あ、ダメだったなとかっていうことは結構あるんです。実は、うん、あれですか、表に出てない予想っていっぱいあるんですか。それはたくさんあると思います、ほう。そういう中でなぜかその1年ぐらい持っちゃうとかだと、あ、本当かもしれないなとかっていうの結構あるんですよ。で証明しようと思って頑張ったら本当に証明できたとかね、うん、誰かが証明してくれたとか。めっちゃ面白くない？面白いですね。だから結構そういう、まあ、うん、なんていうんですか、博打みたいな多少あるのかなとは思うんですけどね、うん、でも川上さんがおっしゃった人工知能で最初に出てくるのは予想や面白いですねっていうのは、はい、あり得る。ありますよね。それは IUGT 研究所でぜひちょっと、うん、そういう AI を爆誕させていただけませんかね。そういう研究じゃないんで。そういう研究じゃないの。そうか、うん。ちなみにどんなことするんですか、IUGT、あの新しくできるセンター。まあ、やっぱりそのインターユニバーサル対比ミュラー理論の、うん、に関する、うん、まあいろんな、あのそれをこう、まあ、発展させるとか、うん、あるいはそれを普及させるとか、まあ、もちろん間違ってるんだったら間違ってるっていうことでちゃんと決着させるとか、はい、まあ、そういったさまざまなことですね。いや、これ本当に鈴木さんって僕面白いなと思うんだけど、この自分であのアニメ作ってるじゃないですか、はい、あれ自分で作ったんですか、本当に望月教授が。まあ、そうですね、そう、あの私の知る限りではそのアイディアで、あのどなたか誰だかちょっと覚えてないんですが、がああいうあの今そのスライド持ち手さんが自分で作ったんじゃないの。このスライドじゃなくて、このアニメーション自体を作ったのは確かあの別の方だったと思います。でもなんか庵野監督がこれを作り変えるみたいな。いや、あの、はい、そういうふうな約束をね、はい、あの庵野さんもいいよって言ってくれたんですよ。それすごいですね、うん、まあ、庵野さん自身がやらないと思うんですけど、まあ、あのスタジオからで、はい、スタジオで、うん、あのやってもいいよって言ってくれたんですが、あのなんか望月さんのね、望月さんからの依頼だったんだけども、じゃあ何年後みたいな、そういう話で、あのタイムスケールがなんか違うんですよ、ね、違うんですよ、ね、時間感が違うんですよ、時間感が違うんですよ、まだそれは訪れてない、うん、なるほど、まだ実現してません、ね、しないですよね。でもこれ運営資金は川上さんが個人で出されてるんですか。とりあえず最初のスタートの運営資金は僕が出してます。いや、これあの僕実はそのまあ意識の科学にね、IoT が使えないかなっていうのはすごく興味があるんですよ。で、我々コーリア問題ってのを伺ってて、コーリア問題って今のところ数学的な定式化ができてないんですけど、ただその統合情報理論っていうのがあって、で統合情報理論っていうのがそのまあいろいろ提案されたんですけど、最近だってその大スキャンダルがあって、何人かの神経科学者が連名であの統合情報理論 IIT が疑似科学であるっていう。でこれはなんか背後にはそのなんていうんですかね、科研費とかそのアメリカの NSF とかのファンディングをめぐるなんかどうも政治的ななんかいろいろがあって、うん、IIT の方ばっかりお金が行き過ぎてるっていう。で、あの、なんかね、疑似数学ってないじゃないですか。うん。あります？疑似数学って。いや、嫌な言葉ですよ。シュートマテマティックスみたいな。うん、
で、いや、うん、でも ないんだけど、その IoT って、うん、もし疑似数学っていうものを言う人がいて非難する人がいるとするとそれぐらい新しいものだって感じがするんですよ、うん、で IIT の数学はそこまで新しくないんだけど IoT はすごく新しいからだからなんかそのなんでしょう集合論とかカテゴリー論とかああいうものが出てきた時みたいに概念としてついていけない人たちがいるのかなってなんかそのどうなんですかそのあたり逆に言うとそこから意識の科学みたいなものに応用ができたらもっと夢言うと例えば言葉の理論とか LLM でも扱えてないんですけどなんかこれは勝手に門外観の勝手なあの希望的感想なんですけどそういうことまでちょっと期待しちゃうんですけどね IoT うんまあ、あの以前 NHK で、うん、あの NHK スペシャルで IoT 理論のことが取り上げられた時に、うん、私もそのインタビューでね話したの最後にあの ここにはまあその対象に数学の対象に関する認識論があるんだっていうそこがまあ実は結構重要だっていう話をしたんだけど結構だからそういうところなんじゃないかなと思うんですよつまり概念的にそのものとして何か新しいものをねあの扱ってるとか発明したというわけじゃないんですがそういったものに対する見方とか使い方に多少のこう何て言うんですかね新しさがあって僕はそういうのは精密化だと思ってるんですけど、うん、そういう何というかそういう意味での概念的な新しさってのはあると思うんですね、うん、でそれがなかなか、まあ、浸透していかないっていうのはもちろん僕はあると思いますで実際望月さんもそういうところでショルツさんたちが誤解してるっていうふうに言ってるんですよ、うん、ええなので、まあ、それだから意識とかの話と関係するかどうか分かりませんが、かなり認識論的なレベルでの、なんかまあ論争ではないけど、そういう問題点があるんだっていう気はしますね。僕、松川俊秀さんと以前お話したときに、松川さんがまあ、クォークの世代論でノーベル賞取られた方ですけど、大学院生の時に実は意識の科学に挑戦しようと思ったことがあったんだけど、その今の、ディープラーニングもそうですけど、コネクショニストモデル。では意識は扱えないってことを確信されたらしいんですよその時に、うん、で僕はそれでやらなかったんですって松川さんおっしゃってましたけどひょっとしたら IoT にはなんかそこら辺のブレイクスルーを期待できるかもみたいな匂いがなんとなくするのと、うんうん、あと数ってこれ全然ね話ちょっと話変わるんですが僕分数の問題とかでつまずく人って実は小学校の時に数についてものすごく基本的ななんか違和感持ってんじゃないかって感じがするんですよ、我々が普通に受け入れてる自然数とか有理数の概念に対していやなんか意外とあそこら辺になんかちょっと分数の計算できない人たちの中にすごい人がいるかもとか思ったりするんですけどどうですか？いや数って難しいんだと思うんですよね、うん、まあその茂木先生がおっしゃっている意味での難しさと、うんうん、今僕が言う意味での難しさがちょっと一致するかどうかわからないけど、いや数は、やればやるほど難しいものだなっていう気はします。で、特にやっぱ割り算は難しいんじゃないかなっていう、うん、思いますね。割り算、まあ、その、数学、まだこれ、また IoT とはちょっと離れますが、うんうん、数学の私はこう歴史なんかにもちょっと興味があるんだけど、うん、数学の歴史を見てみると、まあ、要所要所で数学、まあ、数に関する数学が発展するところっていうのは、結構割り算系なんですよね。割り算系のところで、例えば、まあ、それこそ例えば古代文明の数学とかでも割り算の運用のちょっとした延長線上にあることから、うん、例えばルート2が無理数であるとかっていう認識が生まれたりとかね、うん、そういうその、まあ、数学的なこうブレイクスルーっていうのが生まれたりすることあるんですよ。だから結構実は割り算というのは難しいし数学のこういうようなブレイクスルーをねこう出すような非常に本質的なものなんじゃないかなっていう。だからまあ今分数とおっしゃったからまあちょっとそういう話もちょっと思い出したんだけど、だからそういう意味では割り算とか、まあ、いわゆる数とは何かあったりして極めてこう何ですかね基本的な問題なんじゃないかなというふうに思います、ね。川上さんはなんで そこまで数学に興味があるんですか？数学のへのパッションって。でも今言ったような話だと思うんですよね。なんか、うん、世の中の理解の仕方っていろいろあるじゃないですか、うんうん、それがやっぱり数学とかが勉強してるとアップデートされるんですよ、うん、だから割り算の話とかで言うんだったら例えばそのコホモロジーっていう概念すごい難しい概念があってさっぱりわからない概念があるんですけどまさに割るっていうことを突き詰めた拡張した考え方ですよね、うん、割るとはどういうことなのかみたいな、うん、
だからあの、まあ、割り算出てきますね。あのちょっと何、はい、ですか、群とか過分の割り算だからまたちょっと意味が違ってくるかもしれないけど、はい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 、まあ、なんだけども、まあ、それは過分の割り算なんだけど、まあ、それも包括したある種なんか考え方の基本みたいなものにもあの使えるような考え方だと思うんですね。例えば集合にしてもそうだし、うん、位相にしてもそうだし、うん、なんかあの普段なんか当たり前だと思ってることってあの もっと一般化できるんだなみたいな、うん、それが面白いですよね。うん、何なんですかね、僕あの数学が得意な人ってね、あの加藤先生でもそうですけど、ちょっと独特のなんか欠落があるような感じもしてて、うん、やっぱあのすごくあの話が少ない、グロダンディック素数が、グロダンディックがほら、はいはい、抽象的なこと言い過ぎてるからさ、もっと具体的なこと言ってくれって言って、じゃ あの素数の話をしようとか言って、例えば57っていう素数があるだろうとか言って間違えたわけじゃないですか。57ってあの、うん、日本だと中学受験やってる子だけでもね、言ってる子でも、うん、足すと3で割れるから3で割り切れるって、ああいうのって何なんですかね。うん、数学者は結構計算が苦手って苦手ですよね。だいたいあのいや三位用の数がそもそも出てこないみたいな。なんでゼロ一二。あれちょっと面白いですよね。まあ、ちなみに僕も実は素数で間違えたことがあって、あの今ちょっとあの、うん、持たれたその宇宙と宇宙の数学 の、はい、あの第一釣りの時ね、うん、その単行本の時に、あの素数100までの素数を全部あのこう列挙してたんで、そういう欄があって、そこ間違えちゃって、確かにあれ91だもんね、そう47を忘れて91というのを書いちゃってた、それを誰かが、あの誰かがそれをねツイッターで指摘してくれたんですよ、これあの91素数じゃないですよって。それでもそれに対する返信かなんかで、分かりました、じゃあ91はこれから文芸素数にしようって言ってね、あ文芸名前がついちゃったんですね、私あの文芸って言われてるから、であのだから時々文芸素数って言われてるみたいですね、うん、91は、はい、それに言うと数学の才能って何なんですかね、うん、要するにいわゆる世間がイメージする計算ができるとかそういうことじゃないわけでしょ、うん、何なんですかね数学の思考力ってのは。うん、なんかあの、うん、これなんか家庭教師の人にね、うん、あの一個言われたことがあって、うん、数学科に入ると何を教わるかって言ったら、うん、あの書かれていることをその通り読むっていうことを徹底的に教わるっていうんですよね、うん、でそれは僕ね本当に話してて思いますよ、ね、うん、なんか会話するじゃないですか、はい、あの話が進まないんですよ、あなたが言ってることは何なのかっていうことの確認があって、はい、例えばもう僕らの数学者にしちゃいけない質問でいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、一つは例えば岸田政権どう思いますかっていう、うんうんうん、あのこんな質問しても絶対答え返ってこないんですよ、うんうん、だってあの岸田政権いいっていうのはそれどういうようなセッティングで条件で何を価値判断としてやるのかみたいな、なるほど、加藤先生はどうその辺の会話は。いや、はい、僕普通に一応うん、その文字通り捉えると面白いですね。文字通り捉えることができてないのかもしれない。みんな解釈入るんですよ、うん、あの解釈をしちゃいけないんですよ、書かれてることを書かれてることだけで解釈するっていう訓練っていう、でそれはもうすごくありますよね、うんうん、あともう一つ、それとちょっと逆に聞こえるかもしれないんですけど、うん、あの問題解いたりするときはあのできるだけ問題の本質だけを見て余計なことは全部捨てるっていう、うんうん、結構そういうことを、まあ、ある程度トレーニングされるわけですね、うん、でそれはもちろんあのこれは関係ないから忘れなさいっていうふうに言われるわけじゃないんだけど、自分でだんだん気づくわけです、うん、どういうところにその大事なところがあってこれは大事じゃないんだっていう、そのこう区別がだんだんできるようになるっていうか、うん、まあ、そういう目利きみたいなあの器用さみたいなのもあるのかなっていう気がしますね。あのこれちょっと視点変えて、その日本ってね、関隆一以来の和算で、はい、ほぼだから、微積に近いようなことも発見してたって言うじゃないですか、うん、で日本の数学の強さってのは何に言われそうですかね。かなり世界の中でも数学大国の一つだと思うんですけど、その和算があって、うん、あのそこそこね、つまり、あのいわゆる町人とかの指定でも、うん、あの和算とかっていうのはある程度こう勉強しようと思ったらできたわけですね、うん、あの江戸時代っていう、うん、そういう状況にあったということは、あの明治維新になって洋算が入ってきた時に確かに和算が洋算にとって変わられましたけど、うん、それをこう急速に輸入することができたことの、まあ、一つの根拠だったっていうか、うんうん、あの背景だったことは間違いないと思いますね。だからあのやはり昔からその、まあ
日本人っていうのはどういうわけか数学が結構実は好きで、うん、うん、で和算っていうのはあまりこう、まあ、昔から無用のようなんて言われてたわけですが、何かに応用するために勉強してるというよりはその一種のこう術みたいな実ね、そう、そのものとしてこう勉強するわけですよ、ね。そう、文源先生からもなんかね、何度か指摘されたことがあるんですけど、うん、なんか世界の中で日本って数学に関して特殊で、うん、一般人用の数学用 の、うん、娯楽誌があるっていうんですよ。うん、で数学用の娯楽誌っていうのがね、うん、またこれ全然一般人用のないやつなんですけど、うん、普通の人は全く読めないんだけども、うんうん、でもそういうのがあるの日本だけの特殊な現象だって言いますよ。うん、まあね、いくつかそういうのってありますよね、はい、そのなんか雑誌名とか出していいのかわからないけど、はい、例えば数学セミナーとか、はい、評論者の数学セミナーとか、はい、現代数学者の現代数学とかですね、はい、まあ、数理科学っていう、サイエンス社が出してる数理科学っていう雑誌もありますよね。でこういうのってかなりこうバリバリ数学書いてるわけですよ。うん、そうなんですよね。そうなんです。これで一般人読めないですよ、ね。これは娯楽誌なんですよ。娯楽誌、あれは娯楽誌。そう、あれが娯楽誌だっていうふうなこと言うのが衝撃を受けたんですけど。楽しんでるんですよ。あれ娯楽だ。漫画読むみたいな感じなんですか、ね。まあだから専そうですね。専門書ではないですよね。あ、専門家ばっかりが読むっていうわけじゃなくて、本当にまあ、学生さんも読みるし、一般 の社会人の方も。それは海外であんまりない現象なんですか。まあ、考えてみるとないですよ、ね。ドイツとかはどうだったんですか。いや、ドイツでもそんなのなかった、ね。ああ、面白いですね。でもその場合はもう普通にジャーナルを直接読むってことですよね。そうなんですね。まあ、あるいはなんか専門書ですよね。数学におけるね、指定関係ってどうなんですか。まあ、東大の数学科とか京大の数学科っておそらく面々となんかその辿っていけるんだと思うんですけど、加藤先生が一回言った京大の数学科なんか、先生の お師匠はどういう。僕の先生はまあ、上野健二先生という、うんうんうん、大数機科の大家でいらっしゃる先生ですが、うんうんうん、まあ、おそらく上野先生は私が弟子だとか言ったら今でも認めてくれないと思うんですけど、いやいやいや、でもその上野先生をたどるとまた上に誰かいらっしゃる。そうですね、上野先生はもともと東大 で勉強された方で、川田幸義先生とか、あるいはまあ実質上例えば小平邦彦先生が、まあ、その師匠となりますね。何なんですかね、だから数学ってまあ、独学もできる気がするんですけど、やっぱり指定関係で伝わってくるものって何かあるんですよね。あ、それはあるでしょうね。うん、やっぱりその自分、例えば私なんかは自分のその研究歴とかっていうのを振り返ってみると、うん、やっぱり修士の時の研究っていうのがやっぱりそういう出発点になってて、うん、それがすごく影響を与えてるわけですね。で、修士の時のその勉強っていうのはやっぱりなんだかんだ言ってその先生にいろいろこう教えてもらったことっていうのが反映されるところもしょうがないんじゃないかなっていう気がします。望月さんの場合はどのぐらいそのファルティングス、ゲルト・ファルティングスって、この人もフィールズ賞取った人はすごい、取ったすごい人ですが、ファルティングスがまあプリンストン大学では実質的な師匠だったということですが、どのぐらいそのファルティングスから影響を受けているのかっていうのはちょっと興味あるところですね。一回昔聞いたことあるけど、あんまり影響を受けてないというようなことを本人はおっしゃってたような記憶があります。川上さんは工学部ですよね。はいはい。でもその方がやっぱり数学好きだったんですか。いや、好きだったっていうか、まあ、すごいさっきの話ですけど、うん、僕は高校の時は数学得意だと思ってたんですよ。普通に例えば共通、その頃は共通1位だったけど、大体模試とかでも満点だったんですよね、うんうんうん、でそれが大学入った瞬間に多分バカになってしまって何も理解できないバカになっちゃって、ちょっと加藤先生、ね、これ逆に加藤先生はイプシロンデルタとか書くじゃないですか、ね、線形代数のややこしいね、うん、あれも軍論とか何でもいい、うん、あれはもう俺の大好物だと思われたんですか、出会った時。大学1年生の時初めて見た時は、まあ、ほとんど何も分からず、うん、授業で行ってなかったですね、だから私だから最初ね、まあ、私京大の理学部に入ったんですけど、うんうんうん、京大の理学部っていうのは学科に分かれてなくって、うんうん、最初当初僕は数学に行くつもりは全くなかったんですよ、うん、だから数学はこう適当にチャランポランとやってて、うん、実際数学を本当に線形代数とか勉強し始めたのは4年生の時。はい、そうなんですか。だから学部2年僕留年してるんですけど、うんうん、6年生で卒業するんですけど、4年生でちょっとこう心変わりをしてというか、それで数学科は。その時何が起こったんですか。
ね、まあ、いろんなことがあったんですが数学の、まあ、本にも書いてますよね。数学、まあ、なんていうんですか、 どこから話したらいいか分かんないんだけどちょっと休学したんですよ私、うんうん、いろんな、体の調子とかいろいろあって、うんうん、それで暇だったので、うん、うちの僕 の母方のおじいさんが、うん、私が中学生ぐらいの時に買ってくれた本で数学の本があったので、うん、読み始めて、でそれで止まらなくなっちゃって自分なりに計算始めて、でちょっとした発見をしたんです。じゃあビギナーズラックというか、まあ、それは本当に学会でも新しいことだったんですか？いや、それは結局新しくなくって、100年ぐらい前に。でも再発見する、うん、まあそうですね。ヘンゼルっていう人が発見してた、まあ、一種の理論体系を、まあ、なんというか、まあ、ムデカツ流にちょっとこう、そういうのに近いのを見つけてて、それをこう指摘してくれた人がいて、で、まあ、それがきっかけで、数学に、じゃあ、もう僕は数学、頑張って勉強しようってなってですね。はい、でその時にははい、イプシロンデルタとかっていうのはもう本当に大好物になりましたけど、大好物になったんですね。あ、結果的には、はい、アインシュタインが振り返って自分は数学の才能がなかったと、なんか藁の山の例え出してて、ロバーが真ん中にいて藁の山があった時にどっち行ったらいいか分かんない、その直感が働かなくて、で物理については自分が直感が働いてた、等価原理とか、でアインシュタインは一般相対性理論の数学かなり苦労してやってみ、うん、だ数学のナチュラルじゃなかったっていう感じだと思うんですけ ど, なるほど、それ何なんですかね、なんか入るんですね、うん、スイッチが、うん、まあ、でも確かにその一般相対論はまあリーマン幾何 の,、うん、そのまあちょっとしたバリアントを使ってるわけですね、うん、まあ、ローレンツ計量に変えるっていう、うんうんうん、それが使えるんだっていうのは、まあ、かなりな軽眼だったと思いますけど、それを見つけたこと、見つけたっていうことはすごい直感だったと思います。まあ、どなたかに教えてもらったのかもしれないけど、ミンコフスキーがおそらくあれですよね、先生だったんで、なるほどなるほど、なるほどなるほど、ミンコフスキー空間って名前ついてますね、名前はね、まあ、ミンコフスキー空間っていうのはだからそのローレンツ対応体4次元時空 の,、うん、要するにタンジェントスペースなんですね、あれは接空間っていうやつなんですけど、うん、だからまあそういうふうに言われたらすごく僕の目からすると自然な、なるほどなっていう、うんうん、そしたらアインシュタインはそっちの方に行くなっていう気はしますけど、まあ、だからそういう意味では彼自身の才能もあっただろうし、まあ、そういういろんな人からこう教わって大事なものを見出すことができるっていう才能もあったのかも、ね、うん、ライアンは数学はどうなんですか？僕全然ダメですね、でもすごい大好き、数学の話を読んだりとかすんのか。でもさ、それ面白くてさ、はい、ほら川上さん、俺もイプシロンデルタ来た時になんか俺嫌だなと思ったんだけど、はいはい、なんかどこで嫌だなと思うかっていうのは人によって違ってて、僕の知り合いの早稲田の小学校出た人は、はい、立派な会社の社長なんだけど、はい、高校数学来た時に何も分かんなくなったっていうんだよね。あ、もっと早いですね。その2を全部 2とするっていうのがすごい許せなかった。高等すぎるだろ、ちょっとかっこつけてない？いや、かっこつけて、本当にこれ覚えてるんですよ。前も話したと思うんですけど。かっこつけてる。いや、本当にこれは明確に覚えてますね。それ難しいかもしれない、ね、うん、なんで一緒にするんだってすごい。そこから、まあ、でも、イプシロン出るとは分かんない。イプシロン出るなんかはもう本当に分かんなくて、はい。で、その後、真面目数学をね、その後勉強して、うん、とりあえず今の結論があるんですけど、うん、なんで分かんなくなったかって言ったら、うん、高校までの数学って、一番下から基礎から分かってたんですよ、うんうんうん、それがイプシロンデルタで なんか何が基礎なのかよく分かんなくなったっていう感覚があったんだと思うんですよね、はいはいはい、でもそれは当たり前で、要するにイプシロンデルタが分かるためには集合と位相をちゃんとやってなきゃいけないんですよ。でもそれ、はいはい、でもそれをすっ飛ばして履歴をやるから、うん、そこが分かんない気持ちになっただけだなっていうのが僕の結論僕カテゴリー論で、うん、数の基礎を作るみたいな、あるいは集合論ね、なんかフォン・ノイマンとかのやり方あるじゃないですか。あれがどうしてもなんか嫌な感じだったんですよ、うん、そしたらある、アメリカのカテゴリー論の女性の研究者がなんか喋ってて、うん、カテゴリー論とかああいう形式だと聞いてはいけない Evil Questions 邪悪な質問ってのがあるって言って、うん、要するにそのペアの公理全部満たしてるんだけど、うん、その集合論とかで形式化すると、うん、この数はこの数に属するかみたいなことも聞けるっていう、そのだから集合論でこうやってやっていくから、うんうんうん、だからもともとその自然数の体系が持ってない性質も持っちゃうっていうのを、その、カテゴリー論の研究で賞を取った女性の研究者が言ってて、うん、あ、例えばそういうちょっと川上さんと言ってる意味違うかもしれないんだけど、だから結果だけをこうやって言われるんじゃなくて、その
作ってる人たちの裏側の苦しみっていうか、なんかその、うん、すごく変なことも起こっちゃうみたいなところも含めて理解していくと、うん、なんかそういう数学のそこら辺の面白さっていうの分かってくるんだと思うんですよね。そこら辺でどうなんですか、ちなみにその聞いてはいけない質問っていうのは。いや、その具体的に私はそういう話よく知らないんですけど、多分例えばですね、そのペアの公理とかでも、うん、あのそれは公理系なんですね、うんうん、公理系だからモデルをがあるあるかないか、まあ、あるんだったらあるんですが、うんうん、そういうモデルの中にはそのスタンダードじゃないノンスタンダードモデルとかも、まあ、あるわけですね。あ、なるほど。おそらく、まあ、そういうのってのは昔からある話で、例えばそのピアノの公理だとその第、2回言語だったら、うん、あのスタンダードモデルに一発でパチッと決まるけど、1回言語だったらなんかノンスタンダードモデルがあるとかって、私ちょっとよくその辺あの専門じゃないか分かんないけど、変数が出てきちゃう、そういうことが、うん、あるっていう。だそうすると我々が直感的に思ってる数って何なんですかね。だからその形式化する前に我々なんとなく数って思ってる、あの、まあ、僕がなんか思ったことっていうのは、数学もね、なんかそういうふうなね、本質って何だろうっていう、あの思うような質問たちで、数とはそもそも何なんだろうとかっていうので、あの例えば論理とかでもね、あの例えば権論でなんか論理学があのほぼ満たす体系が作れて、しかもそれは論理学の拡張になってるとかって、でそういう時につい本質っていうものを考えがちなんだけど、あの大体数学の世界で言ってるのっていうのは、まあ、あのこの、 あの数みたいなものを満たす性質とこのモデルとする性質は、あの大体同じと考えてもいいっていうこと以上のことは言ってないことが多いほとんどのケースにおいて面白い、ね、まあ、だから何が本質かっていうところのかなり見えやすいところを切り出してきていて、うん、それだけっていうことは結構多いですよね、そうですよね、うん、っていうことを言ってるだけで、うん、まあ、あんまり考えてもしょうがないから、それがさっき川上さんが言ったあのあれかな要するに書かれてることをそのまま捉えるっていうのはそこに通じるのかな、なんか要するに、あ、まあ、そうです、そうです、さっきライアンが言った、はいはい、2は全部なんで2なのかっていうのも、はいはい、そこは数学は扱ってない、うん、きっと、なるほど、分かってることだけを言ってるっていう、でも扱えるかもしれないよ、そうですよね、これどうやって、ちょっとここで本丸の基本、はい、ちょっと基本をちょっと加藤先生から、はい、ちょっと素因数分解からお願いします、素因数分解の話から ABC 予想に行って IUT 理論まで駆け足で行こう、ぜひお願いします、なんかすごいことをちょっとやろうと思ってますが、大丈夫です、あの、まあ、ちょっと延長します、皆さんご存知だと思いますが、はい、素因数分解っていうのが数の世界にもあって、はい、これまあ初等整数論の基本定理と呼ばれてますが、全ての自然数は素数の積に一通りに分解されるっていうね、あの結構これあの素因数分解の定理ですけど、一通りっていうことはあってあんまりこう注目されないんで、結構重要なことなんですよね。これ下になんか6370っていう数を素因数分解してますが、まあ、素因数分解するっていうのはなんかちょっとこういう図式の 図解の方法もあると思うんだけど、こう2が1個あって5が1個あって7が2個あって13が1個あると、だからこう横軸に素数を取るわけね、素数こう無限個あるんだけど、こう2、3、5、7、11、13って素数を取って、縦軸に何個あるかっていう個数を取って、これとこうスペクトラムになるんですよ。だから大体素因数分解で何するかっていうと、数のスペクトラムを取ることなんです。でそれ一通りっていうのはスペクトラムが違ったら数も違うっていう、だからスペクトラムで数が完全に決まるっていうことをまあ意味していて、例えばこう似たようなスペクトラムだけどちょっと違うやつを取るともう全然違う数になります。だからこう7の個数と5の個数を2個と1個ひっくり返すだけで全然違う数になるわけですね。だからこうスペクトラムっていうのの極めてそのデリケートな情報で実はこう数が決まってるっていうわけですね。でこの、素因数分解って実はもっとこういろいろ深いこといろいろあって、これってあの数のそのなんていうんですか、今スペクトラムだって言ったけど、やってることって掛け算しかやってないんですね。だから素数とかってのはまず掛け算構造のこうチャンピオンみたいなもんで、もう一番こう基本的なものだし、その素因数分解ってのはそういう素数たちの掛け算に分解することなので、そのこれは数の世界の掛け算だけをに注目した構造なんですよ。でそうすると実はこういうなんかかなりこうデリケートで、あの詳細なあの構造が実は見えてきて、数というのがスペクトルに見えるわけですね、っていうのがまず一つあります。同じことを例えば足し算でやろうとします、要するに普通の数の世界には足し算もあるわけだから、でそうすると同じ数だけど、今度の場合足し算の基本って1しかないんで、
全ての数っていうのは1を足して作られるので、足し算ではスペクトルは1個しか1本しか立たないわけですね。1っていう場所しかなくて、そこのそれが何個あるかっていうと6370という数は1が6370あるっていう風にしかできないわけですね。だからスペクトルとしてはその6370とさっき考えた4550っていう数はあんまり違いが分かんないですよね。その掛け算だとこんな風な感じで、はい、まあスペクトル詳細に分かるけど、はい、足し算だと全然なんか世界が違うみたいな感じですよね。全然なんか、うん、で足し算ってやっぱりそういう意味では、うん、こう構造としては単純すぎて、いろんなその数のね性質をこう破壊しちゃうっていうか、こっちはすごくこう詳細な構造なんだけど、うん、だからその掛け算だけを見てあの数のことを見る人たちにとってはあの数の世界っていうのはもうすごく分かりやすいものなんです。もう足し算がもうひとたび入ってきてしまうといろんなものが壊れてしまう。いや、このなんか棒グラフで見ると和数分かりやすいですね。なんかでしょ、でグテーンとしてますもんね。そうそうそう、シンプル化しすぎみたいな。この2つの違いとかってそんなの一目で見て分かるなんてもんじゃないわけですよね。これでも先生あれですよね、うん、この共存するとややこしいんだけど、足し算と掛け算っていうのが揃わないと数学としては、うん、本当はね、その通りです。困るんです。その通りです。あれ、なんていうの、はい、管の構造が管にならないってことですよね、はい、そうです。でそうすると、うん、でも困ったもんですね。そうなんです、うんうん、まあ、というわけで、うん、その要するに世の中には足し算と掛け算というのがあって、その要するにその掛け算的な詳細な構造というのと足し算的なこうどんぶり勘定的な構造というのが混ざってるわけです。なるほど。でそれがあのどういうふうにそのお互いインタラクションしてるのかっていうのはやっぱり分かんないんだけど、それがちょっと分からないっていうところを少しご覧に入れようと思います、はい、まず2の歴乗っていう数ね、うん、2の2とか4とか8とか16とかっていうのはこう2の何とか乗っていう数ですよね。これはだからあの掛け算的に見るとそのシングルスペクトラム の、うんうんうん、要するに2っていうスポットだけにスペクトラムがポーンと出てるっていう、うんうんうん、それ以外とか何もないっていうすごい基本的な数。同じように3であります。この3のべき乗っていう数、3の IJ 乗っていうやつを考えて、それ足したらどういうスペクトラムになるのかっていう実験をちょっとします。そうすると、まあ、簡単な計算なんだけど、うんうん、2の2乗足す3の3乗は31だから、うんうん、31っていう素数のところにポンと1個出てるっていうふうになるわけですね。だけど、例えば、2の2乗足す3の4乗とかだと85とかっていうことになって、うん、これはあの、スポットが2個あるっていう、うん、そういうスペクトラムになります。で、じゃあもう一個くらいやってみようかなと思うと、今度2の5乗足す3の5乗だと275ってやって、うん、今度はスペクトルは2箇所なんだけど、こう2つ、あの長さが2つになるっていうような、こんな形にもなります。うん、で、これいろいろやるとね、わかるんですが、ちょっと、どういうものになるのか、なんか規則性があるように見えないんです、全然。そのぐらいなんかこう足し算と掛け算って、規則性がこう、まあ、破壊されちゃってるっていうかっていう状況なんですね。でそれにそのまあ新しくこう何ですかね、知見を与えてくれるのがというふうにこう期待されるのが ABC 予想なんですね、うんうん、その足し算と掛け算の、まあ、ある種の関係を明らかにする予想であると。でまあ、ちょっと数学数式が出てきますけどちょっと説明します、うん、その A と B っていう自然数を取ってきて、ただしこう互いに素っていうのはよろしいですかね、その最大公約数が1っていう、そういう A と B っていう数を取ってきて、はい、こう左半分ではそれの足し算をします、うん、で C という数を作るんですね。で右半分ではその A と B と C を掛け算しちゃって、そのラディカルというこうラドって書いてるんですけど、うん、ラディカルというのを取ります。ラディカルって何かっていうと、A×B×C のその素因数をね、1回ずつかけたもの。だからこう、さっきのスペクトラムで言うと、こう2個乗ってるときは、それ1個だけにしちゃうっていう。だから素数が、異なる素数が1回ずつかかるっていう形に書き直したものをラドって言います。それを D とします。で、ABC 要素何言ってるかっていうと、その真ん中にその赤で枠で書いてるんですけど、おおむね何言ってるかっていうと、C と D を比べると D の方が異常になる、C 以上になってるっていう、おおむね、ね、うん。
ただし、なんか1たすイプシロンとかって書いてるじゃないですか。これちょっと例、実はその C の方が大きくなっちゃうような例外がいくつかあって、うん、その例外を、評価するために、こう、ちょっと1たすイプシロンみたいな、そういうのを作るんですけど、使うんですけど。つまりこれは、うんうん、この1たすイプシロンじゃなくて、D が1の場合、まあ、よく見る ABC の形だと、無限個あるってことなんですか、例外は。そうそう。だから、イプシロンが0とかだと、はい、D、あれ、だから D の1たすイプシロン乗っていうのは D そのものなんですね、はい、イプシロンが0の場合はね。そういう状況だと、D が C 以上になっているような例外というのは無限通りあるんですよ。これもちろんですよね。任意のってことは、うん、エプシロンは何でもいいってことですか。そう。そう。ゼロ以上だったら。ゼロ以上、ゼロより大きい。だからほんのちょっと上になるだけで有限個に。これかなり、かなり面白いですよ。そうなんです。だからこれ、だちょっとだけでも右を少し、うん、大きくしてあげて応援団つけてあげると、有限個の例外だけに出てくる。これかなり精密な。予想ですよ、まあ、そうなんですよ。そうなんです。さらに、だから、じゃあ、どの、たぶん、イプシロンを例えば、こう、まあ、100分の1とかにしたときに、その、有限個って言ったけど、その例外は何個になるのかとかっていうような、うん、そういう精密な予想まで、まあ、含めて考えるんです。やっぱり数学だと、無限と有限ってめっちゃ違うわけですよね。全然違うわけですよね。それがまた面白いですね。どんなに大きくても、無限じゃなければ有限なんですよね。そうです。どんな巨大数でも。また有限だったら、まあ何個かって決まるわけですから、必ず。じゃあ有限この、数の上限みたいな式もなんか別にあるわけですか。一応、だからそういう予想まで含めて強い。はい、強いやつ。とても強い ABC 予想みたいなのも、まああるんですね。面白いね、本当にね。ちょっと先ほどのね、だから、2の I 乗と3の J 乗で、ちょっとこう実験してみようと思うんですけど、うん、ABC 実は何が起こるのかっていう、 A を2の I 乗で B を3の J 乗にして、でその足し算を C にしますね。それは左側ですね、うん、でそれと2の I 乗3の J 乗 A×B なんだけど、それに C をやってラドを取ります。でそうすると2の I 乗と3の J 乗のところのラドっていうのは 2と3が1回ずつ出るから6が出てきて、であとラドの C が残るっていう、そういう式になります。でそうすると、まあ、ちょっともうイプシロン取っちゃった、すごくこうなんかラフな式なんですけど、赤枠を見ると、まあ、稀な例外を除いてその C が6倍のラド C 以上だっていう、そういうことを ABC 予想は予想してる、うん、だからこれ何言ってるかっていうと、その C が7以上の同じ素数で2回以上割り切れるっていうのは、まああんまりないっていうことを言ってるんですね。もし C が7以上の素数で2回以上割れちゃったら、この左側の C っていうのは、右側に比べて、そのラドの C に C かける7倍以上になっちゃうんですよ。わかります?だから C は7で2回割れちゃってるんだけど、その、右側の方は、7では1回しか割れないから、だから左側の方は右側よりも、ラドに比べると7倍以上になっちゃうから、この不等式成立しなくなります。だからそういうのはまあ稀だよって言ってるわけです。うん、ここまでよろしいですか。はい。で実際結果は、はい、実際の結果をちょっと、はい、まあじゃあ実験しましょうっていうわけで、I と J が1から5まで動かして25個の例。これちょっとコンピューターコード、こう Python で書いたコードそのまま貼ってるんですけど。こう例えばこう丸のついてる 5.2 とかってありますよね。あれは5っていう素因数が2回現れるよっていう、そういう意味です。だから例えば一番左上は、5が1回現れるだけだよ、うんうん、その右隣は11が1回現れるだけだよっていうふうな感じに読んでください。そうすると2回 素因数が現れるのって3箇所だけなんです。でそのうちの2箇所は5です、うん、だからそれは、まあ、5が現れるのはまあしょうがない、はい、けど7が現れるのはこれ、ま、例外なんですよ。でそれは1箇所だけなんですね。25個あるうち、うん、まあ少ないでしょっていう、そういう、はい、であとまあこれでもまだちょっとよく分かんないから、ちょっとこれだともうかなり見えづらいんですけど、ここからだと、うん、その I と J を10ぐらいずつ動かして、それで100個で やると、うん、まあ、実はこれ結構例外多くって、全部で6個かな、うんうん、100個のあるうちの6個が例外ですよね。そう、赤が、はい、7以上の素数が2回現れちゃってるっていう、はい、うん、うん、まあでも 7% だから、まあ、結構少ないかなっていう、うんうん、
そういえば、うん、あのその発表会以降、うん、1ヶ月に一遍ぐらい、うん、あの ABC 予想の判例を見つけたっていう手紙が僕に届いた。判例だよ。有限公判。その判例がすごいたくさんあるんですよ。だからすごい、ね、違うだろうって。いやいや、そういう話じゃないですか。いやいや、でも、はい、まあ、単に1個見つかったって話じゃなくって、うん、一応それはあの判例は無限公あるアルゴリズムを見つけたよってやつで、うん、そのアルゴリズムが合ってるかどうかは分かんないんだけども、ああの無限公の判例があること自体では、うん、あのダメだっていうことを、うん、この放送を借りて、うん、ちょっとプライドではないって。分かりました。イプシロンをつけ、イプシロンがね、ゼロよりも大きいっていうやつをつけないとダメですね。そうですね。はい、そうですね。ありがとうございます。ちょっとこれね、実はね400でもやったんですよ、はい、1から20まででやったんだけど、まあ、これさすがにこう見えないと思うんですが、はい、これはあの本当画面見てる人も見えないと思うんですが、うん、400個中23個だけが7以上の重複度2です、うん、で重複度3っていうのもあるんですけど、うん、それ5個だけです。なるほど。だからたかだか、あ、変なことやってたぞ、28個ぐらい足して、うん、だから400個中28個だからまあ 7% ぐらい、うん、神田先生、数学者が使う面白い言葉っていっぱいあると思うんですけど、たかだかってのも面白いですよね。一般の方はあんまり使わないですよね、たかだかって。それ数学者の方が使うんですか。たかだかってのはやっぱりだから、有限だともたかだかなんですね。まあそうですね、たかだか何個とかっていう。でも、ちょっと話は発散しちゃうけど、たかだか加算とかね。無限を表すときに、その要するに無限の中にも加算無限と非加算無限ってあって、たかだか加算とかっていうのは無限の中でもちょっと小さいスケールがちょっと違いますね。面白いですね。あとこの ABC 予想で面白いなと思ってるのは、その名前の付け方で ABC ってのは別にその台数であの何でもいいわけじゃないですか、 XYZ でも、はいはい、それを予想の名前に付けてるところが面白いなと思ってる。そうですね、これですかね。なんでなんですかね。まあ、本当に A と B と C が出てくるからですよね。これ PQR でもいいわけでしょ、ある意味では。XYZ 予想。うん。まあでも XYZ だとやっぱりなんか未知数的な。その数学者の持ってる方程式みたいな。独特のなんかあの、何て言うんですか、アルファベット感覚ってのが面白い。まあ、それ作ったのデカルトなんですよね。あのデカルトが初めてそのアルファベットの最初の方は定数記号に使って、うん、で後の方は未知数記号。デカルトまで遡るんですか。それはデカルトっていうふうに言われてます、はい。じゃあこれやっぱり ABC 予想じゃできないわけですね。これはまあ多分未知数で ABC でやると思うので、普通は、はい、面白いデカルトなんだね、はい、ABC はね。でも昔の話だけど、日本人がこの予想を紹介するときにあのイロハ予想っていうふうに言った人が確かいたよと思いますよ。余計分かりにくくなってますね。ごめんなさい、それで続きの続きいっちゃいますか、はいはい、続きだから ABC 予想の実験で、はい、まあ、あのまあそこそこ例外はあるんだけど、まあ一応それは成り立ってそうだなと思っていただいたところで、うん、じゃあこれ IUT 理論が ABC 予想にどうやって切り込んでいくのかっていう、はい、でまずその IUT 理論にその行くまでの、つまり ABC 予想から IUT まで行くまでのインターフェースみたいなところがあるんですよ。それがこの1枚なんですけど、これめちゃめちゃ技術的な部分なので、できればあの軽くスルーしたいところなんですが、はい、例えば ABC 予想をまず楕円曲線の、はい、数学に関するなんか不等式ですね、うん、に帰着するとか、その楕円曲線がその帯域的情報部分群、うん、グローバルマルティプリカティブサブグループっていうものをと思っている場合には、まあ比較的、まあ簡単と言っても難しいんですが、比較的簡単に解ける ABC 要素が出るとかいうことですね。ことが、まあちょっと最初に述べられているんだけど、うん、そういうその、まあ、まあ、実際その、帯域的、情報的部分群というものは実際ないので、うん、それを、その、あるような状況というのをシミュレーションするっていう、まあ、エンアベル幾何っていうものを使って、うん、で、その、途中経過で、これからお話しするフォージシアターとか、テーターリンクっていう、新しい概念が登場するっていう。うん、まあ、こういう、まず、ストーリーがあります。これはまず、インターフェースのところで、うん、IUT 理論そのものではないんですね。うん、で、ここでちょっと一つだけ覚えてほしいのは、ABC を証明するために、ある種のですね、数、Q っていうね、数が現れます。でその数の N 乗と Q、 これ緑枠のとこちょっと見てもらえばいいんですけど、うん、Q の N 乗と Q がほぼ等しいと
いうことが言いたい、うん、それが言えると、まあ、そこに、その矢印があるんですけど、その Q のディグリーという値があって、その値が上からバウンドできるんですね、うん、C の C×N-1 の、 あのマイナス1乗っていう、つまりそれがディグリーの Q っていうのが小さいっていうことが証明できるんです、うん、でそれが小さいってことを証明することが重要で、そのために何するのが重要かっていうと、こう N 乗とかしてもあんまり変わらないっていう、うん、こうでっかい数だと N 乗ずっとうわーっと大きくなりますが、うん、小さい数だと何か何乗とかしてもあんまり変わらないんですよ、うんうん、はい、っていうことで N 乗してもあんまり変わらないっていうようなことを証明するっていうことが重要だって、うん、はい、まあ、ここだけ押さえていただければこのスライドは OK です、はい、さっきのラドみたいなものを計算するときに、それに、うん、そのラドのやつが実際にもっと N 乗になったとしても、うん、まあ、大体似たようなもんだっていうことが言えれば、まあ、基本そうですね、そうですね、さっきの時期っていうのは大体成立する、ここで言ってる Q とちょっとラドは少しちょっと違うんですけど、まあ、あ、つまりあそこに言ってる、はいはい、その今Q に関する不等式証明したいわけだから、それが ABC 要素の不等式そのものではないんですけど、だそこはちょっと違うんですか、まあそこは勘弁してください。分かりました。分かりました。でもこれ、そう面白いところな、はい、この手の議論の仕方って、うん、要するに数学的になんかロジカルに厳密なステップをそれは、はい、あの、はい、抑えていくというよりは、なんかあの、はい、ある種脳の中であの、うん、数の世界をバーッと外観して、うん、なんか俯瞰的に見てる人じゃないとこういう議論ってできない、うんうん、と思うんですよね。だから、うん、数学者ってそうなってるんですか。まあだから、うん、そのこれこういう形で ABC 要素が証明できるっていうことを、うん、だろうっていうことをさ、まあ、見つけたのは望月さんなんですけど、うん、その要するにその GMS っていうやつがあれば、うんうんうん、できるんだっていう。ただその例えば GMS が あればできる、どうしてかっていうと、あそこのこうちょっとあのクリーム色で描いた枠のような計算ができるんだ、はいはい、ああいう計算をしたのはまた別の人なんですよ。これはあのファルティングスっていう人の理論を使うんですけども、だからあのそういういろんな、まあ、なんかこう、まあ、計算の道具というかいろんなものがあって、 ある種そのこういう状況ならこれが使えるっていうその組み合わせがある時ひらめくっていうことなんでしょうね、うんうん、そこは。あとあの Q の N 乗と Q がほぼ等しいっていう言い方もすごく僕面白いなと思って、うん、数の世界って比率で言うと絶対的なスケールってないじゃないですか。でもその、うん、要するに比率としてはないんだけど、そのいわゆる自然数との関係っていうか、だからこれが Q が例えばじゃあ 0.00157 みたいな、それなんかある種のスケールがここの議論で入ってくるってのはすごい面白いなと思うんですけど。ああ、ええ、でももちろん小さいっていうのはどういう意味なのかっていうのはちゃんとした定義があるわけじゃないんですよね、うん、まあ言われてみればそうですね。小さいっていうのは大体 ああいう感じで上から抑えられる、うん、不等式で上から抑えられるみたいな、はいはいはい、まあ、その程度のことで。そうですね。でもこの抑えてるこの数ももっと上の数からいくと、うんうんうん、小さいわけですよね。そういうことですね。でももっと小さい数から言うともっとかなり大きくなっちゃってるわけで、うん、だからあんまり絶対的にない意味はなくって、本当にこれはあの広大程度に抑えられる。そうですそうです。だから数学の論文ではもっと違う言い方します。ああなるほど。それはどうテクニカルはどういう？テクニカルにはだからあのいうその不等式そのものただ抑えられるっていうことを言うだけ。不等式そのものを書きますよね。だけどそのスローガンとしては何やってるのかっていうと。うん、あのなんか直感的なイメージとしては小さいという意味なんだよっていうふうにでそういうふうに見るとやっぱり見やすいわけです。だからあれですよね、宇宙のその素粒子の数って大体10の80乗ぐらいだと思うんですけど、うん、それは大きいけど、うん、あるところから見ると小さいじゃないですか。まあまあそう、10の80乗程度に、たかだか10の85ぐらいだっていう言い方もできるわけですもんね、うん、まあ、そうですよね、10の 80乗とかよりもはるかに大きい数とかってあのいろんなあの数学の論文とかに現れますから。だからやっぱり数学者って変なんだよ、バカが、うん、そのだから小さいとか大きいっていうことの感覚がちょっと違う意味で使ってるってことですね。ああ、まあそうですね。あ、それであの各バッド素点とかって書いてる、はい、うん、あれはだからこう素数には悪い素数といい素数とかあるという意味でそれもあんまり説明したくないんですけどちょっと軽く説明するとどういう、あのですね、楕円曲線1個与えるごとに素数に悪いやつといいやつがいるんですけど、うん、悪いやつっていうのは
その素数でリダクションということをするんですね、うん、それはどういうことかって、大体その素数で割った余りだけの数に注目するっていうことをするんですけど、うんうんうん、そうした場合その楕円曲線が潰れてしまって楕円曲線じゃなくなるって、もう楕円曲線を説明してないから何のことか分かんないと思うんですが、うん、そういうなんかそういうやつをバッドって言うんですよ、うん、でも、うん、あのバッドなやつってすごく実は重要で、その面白いね、そうバンドのやつのところはその潰れ方をよく見ることで、その楕円曲線と呼ばれるね、うん、ものの、あのいろんな構造が精密、あの精密に分かったりする。だから実はいいやつ。あ、うん、だから悪いと言いながら実はいいとかっていう、この辺の感覚も多分いや面白い、まあ、ちょっと、これ戻って、まあ、あのショルゼさんがここがおかしいんじゃないかって言ったのっていうのは、うん、この図の中では、うん、にはないです。ないですか、はい、ま、もっと先、まだ先、これはもうあの誰でも分かる、初歩の初歩、あ、誰でも分かる、誰でも分かる、はい、じゃあ次いですか、はい、すいません、はい、でその文字劇場とテーターリンクっていう話をしなきゃいけないんだけど、はい、あの大体ですね、これあの上に書いてある、うん、左側になんか複雑なもの書いてますね。Q の J の二乗乗みたいなのが書いてある。はい、で、それでテーターとかっていうのに矢印書いてあって、右側に Q そのものが書いてるっていう。で、あれって、あの、左側はなんか Q のべき乗、Q の N 乗だと思ってください。まあ、それのたくさんの集まりなんだけど、まあ、一個のものだと思ってもらっても問題ないので、で右側は、あの Q そのもの、うん、だから Q の N 乗と Q が等しい、大体ほぼ等しいということを証明するために、まずあの Q の N 乗と Q をつなぎ合わせるっていうリンク、うん、そのリンクを貼るっていうんですけど、はい、そういうことをします、うん、でそれってあのその下に書いてる図で、昔あの講演で使った図なんですけど、これあの、私の本の中に使って、はい、この出てくる絵ですが、はい、あのこう何ですかね、噛み合わない、うん、大小の大きさが違う、その、あの、ジグソーパズルを、こう、形式的に噛み合わせるみたいな、うんうん。そういうことなんです。ただそれって、もちろん実際の世界で、一個の我々の宇宙でできることではなくて、はい、その、何ですか、あの、画面の向こう側の宇宙でしかできないみたいな。うん、無理やり当てはめようとしてるわけですよね。なんか本によると、この、まあ、NHK の番組でフレンケルさんっていう人が例えで、数学者っていうのはそのまあ完成図がないパズルを組み合わせるっていう例えを出したんですけど、これはさらに先を言っていて、そもそもピース同士が本当は組み合わさないのにポコッとはめようとしてる、これはテータリンクっていうんですか、っていうのの、まあ、比喩として私が使ってなんか受けちゃったんだけどっていう、なるほど。で、その、これちょっとなんか緑のところにまたなんか謎なことが書いてあって、はい、足し算と掛け算が絡み合った構造のことを生息構造と言ってますが、うん、それが破壊されてるっていうのは、この図で言うと、あの、要するに、この一個の宇宙の中で、あの、整合的に噛み合わせることはできないっていうことの比喩なんですよ。うん、ことがその比喩で、はい、だからその画面の向こう側としか噛み合わせられないっていうのは、はい、うん、まあ、今日出てくるんだ、これから出てくるんだけど、ホッジ劇場っていう考え方とちょっと関係してるんです、うん、いきますが、あの、あ、これもうここからちょっと行くといいんですけど、はい、これあの一応劇場のつもりです、うん、はい、あの、イラスト屋で劇場って聞くと、この図が出てくるんですけど、はい、2つその数学のこう宇宙を、うん、まあ、それ劇場と呼んでますが考えます、2つ独立に考える、うん、でそれまあ本当は入れ子で考えてるんですけど、まあ、あの今分かりやすさのために別々なもんだというふうに考える。で2つのものがあ の世界があのテーターリンクというのでつながっている、うん、それが一番下に書いてるんですが、その Q の N 乗っていうのと Q そのものっていうのをまずリンクでつなげる、うん、でその2つの劇場で独立に数学はされてるんだけども、あのその2つの数学自体のこう関係性としてはテータリンクというもの、まあ、プラスアルファぐらいしかないっていう、そういう状況を考えます。でその状態だとまだ2つの宇宙で別々にこっちの Q の N 乗とこっちの Q を関係づけてるだけだから、これとこれが等しいとかって言ってるわけじゃないですよ、うん、なので次何するかっていうと、ちょっとその劇場の上の方見てほしいんだけど、はい、あの各々の劇場におけるテーターっていうのがあるんですよ。
それはあの、テーターってのは Q の N 乗みたいなもんだと思ってもらっていいんですけど、そのテーターが、おのおの劇場のテーターが、大体、あの、実は等しいんだ。という、あの、結論がもし出たとします。そうすると、あの、この二つの劇場では、片や Q の N 乗と Q が関係している、まあ同じもんだとみなされているというリンクが一番下で貼られていて、同時に、まあ、Q の N 乗テーターと Q の N 乗テーターが等しいという結果も出てるわけです、うんうん、となると右側の劇場だけで見るとぐるっと回ってみると分かるんだけど Q と Q の N 乗がほぼ等しいっていう、うん、そういうことになっちゃうわけです、うんうん、というあのことをやろうとします。でそのためにあのまずテーターリンクを貼っておいてこのマルティラディアルアルゴリズムっていうのを走らせるんですね、うん、でこれはあのここがだからちょっと多分非常にあの難しいというかあの IoT 理論のこう新しいところで、うん、あの各々のこれ数学を別個に考えていてそれぞれの数学世界の中で、うん、あのまあアルゴリズムを走らせるっていうことをするんですね。あのそのアルゴリズムを決められたアルゴリズムっていうのを一個一個走らせていくんだけどそのアルゴリズム自体はあのこの2つの世界で独立に行われます。お互いだから多少のこうなんか連絡は取り合うんだけども、うん、それで独立に走らせていく。でもそれはアルゴリズムは同じアルゴリズムだから結果的に得られるものは同じでしょうっていうのが上のそのデグリー・テーター・ダガーとデグリー・テーター・ダブル・ダガーが等しいそういうものなんです。でさっき言ったようにテーターリンクと合わせるとあの Q の N 乗と Q が大体等しいという、うん。そういうことが出てくるんだよ。でそれからそのまあ ABC 要素の基本的な不等式が出てくるということが、うん、まあ大体のあらすじになります。これあの先生、うん、接続構造ってね、うん、すごい厄介なんだけど、うん、あれがないと、うん、やっぱり数学のさまざまなリッチな世界って出てこないと思うんですけど。そうですね、うん、だからその、うん、なんとかその、まあ、2つ劇場を用意して、うん、その接続構造を壊す接続構造を壊すっておっしゃるじゃないですか、うんうん、壊した先の、うん、そのユニバースってのうん、数学ってのは何がそこでは成立してるの、うんうん、あのですね、あの生息構造を壊してるというのは、うんうん、あのこのテーターリンクを貼るっていうやつが生息構造を壊してるんですね、はいうんうん、それはでもその一個一個の数学劇場の中では生息構造は壊れてないんです。おうそうじゃなくって2つのあの数学、まあこれ別個の数学宇宙があると思ってもらっていいんですけど、まあ宇宙だと思ってください。うん、そういった時に、この宇宙から見るとこの宇宙の生息構造というものをこう両立的に考えることができないという形で繋がっちゃってるわけ。うん、つまり、この宇宙とこの宇宙の関係において、その生息構造が壊れてるっていう、そういうことなんです。だからじゃあ、うん、それぞれの宇宙では生息構造は成り立ってるんですか？ちゃんとあるんです。壊れてないんです。ただし、この宇宙とこの宇宙は、こう、通信し合う、まあ、通信路があるんだけど、うん、その通信路は生息構造と整合的になってない。だから、この宇宙から見ると、あの宇宙の生息構造を、は壊れて見えるわけですね。あの見かけの問題として、不素関数の上で正則関数とかいろいろ入るじゃないですか、はいはい、ああいうところでもこれ同じような議論ってできるんですか、うん、まあちょっと議論の仕方は違いますが、うん、あのこれ IUT っていうのはインターユニバーサル対比ミューラー理論って言って、はいはいはい、それはもともと対比ミューラー理論っていうのがあったんですよ、うん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 、でその対比ミューラー理論っていうのはまさに正則関数の正則構造を壊して、なるほど、うん、生息構造を壊してこう、まあ、関数とか、うん、あるいは図形を変形していくっていう考え、なんかちょっと僕が今思った印象って、うん、解剖学的だけですけど解剖学ってぶっ壊すじゃないですか、なんか、うん、すごくなんかもっと有機的にこうやってできてるものがあって、うん、数かもしれないし生息関数かもしれないけど、うん、それちょっと壊してなんかちょっとバラバラにして、その通りです、うん、まあ、だから、だからあの望月さん の、うん、その一番やりたかったことっていうのは言ってみればそのまあ、普通幾何学だったら、まあ、図形をねいろんなこうパーツに分解するしてまたそれをこう組み合わせ直してまたいろんな図形に組み替えるとかっていうことは普通にやるんだけどそれを、まあ、数体と呼ばれる、まあ、数の世界でやりたかったっていうことですね。それは足し算と掛け算を、まあ、独立のものとして
一回バラバラに分解して、でまたそれをこうつなぎ合わせるみたいな。このアルゴリズムはどんな感じのものなんですか？それはあの足し算だったり掛け算だったりを使った。そうそう、足し算も掛け算も両方両方使って両方使った。それはあの各々のその劇場ではちゃんと接続構造があるので、はい、その接続構造を使ってアルゴリズムは走らせるわけです、ね。だけどあのもちろんだから完全にこの2つが無関係であったら結果を比べるってことはできないんですけど、だからある程度はこう共有しているものがあって、それがその下に書いてあるコアっていうやつですね、うん、でそのコアっていうのは生息構造とは両立してないんです。もっとこう弱いことしか共有できてない、うん、そういう状態でそのまあ、 あのお互い共有できているものが少ないっていう状態で、まあ、かなり限界のところでこう走らせていって、でうまく実はあの、最後 の、 あのやつもね、最後の結果も比べられるっていうことまでできたっていうところが、だからあの IoT 理論がのにおける、まあ、主要結果っていう、うん、一番重要な結果なんです、うん、はい。それまではその足し算も掛け算もちょっとごちゃっとしてたのを一回2つの、まあ、世界線みたいに走らせて、でもバラバラじゃなくて実はつながってるところがあるよっていうことを示してるんですかね。まあ、ただ、はい、左は足し算だけ、右は掛け算だけっていう意味ではないんですよね、はい、ではなくて、うんうん、それぞれに生息構造あるんですか？それぞれに足し算掛け算はあるんだけど、そのお互いだからあのそのアルゴリズムをね、はい、そのディグリー計算するためにこうお互い、2つのところでこうある程度動機を取っていくんだけど、うん、その動機の取るところっていうのが足し算掛け算等を破壊してるような通信路でやってるわけ。なるほど。それは何かっていうと、はい、まあ、基本的にはさっき挙げた、はい、このテーターリンクですよね、うん、これはあの大体何言ってるかっていうと、まあ、右は7っていう数があって、うん、左にはそれの2乗の49っていう数があって、はい、49と7が等しいみたいなことをリンクでやってるわけですよ、うん、だからまあ無茶な話なんですよ、うん、そんなのだからあの7の1乗を7の2乗で置き換えなさいとかっていうのは、うん、掛け算構造ではなんとかなるかもしれないけど、あの足し算構造ではまあめちゃくちゃなことになっちゃってるわけで、うん、だからそういうようなあのなんていうかな、その足し算と掛け算が全然両立しないような、うん、関係性の環境の中でも比べられるんだっていう、うん、そこが結構重要なところ。これ僕はあの、はい、お話伺ってて思ったのが、うん、あの科学においてビジュアライゼーションってものすごく重要だって言われてきてますよね、うん、でなんかおそらくこのテータリンクとかも、うん、あのうまくビジュアライズできたら、うん、なんか直感的になんか理解できるとこ増えていくんじゃないかなって、うんうん、あのまあジグソーパズルじゃないですか、もちろんもちろんビジュアライズじゃないけども、はい、うんうん、あと俳優さんの絵とかもありますよね。ああこれですよね、はい、うん、つまり宇宙、これだから入れ子宇宙っていうのを説明するときに使った比喩で、はい、うん、その現実 の、 あの宇宙、はい、世界、まあ、劇場ですが、はい、におけるあの俳優さんっていうのは、まああの普通 の、 普通あの日常生活を、はい、あのまあ、生身の人間です、ね、人間ですが、はい、あの世界の中に小さくその俳優さんが演じているドラマの世界っていうのがありますよね、うん、そのドラマの世界における俳優さんっていうのが入れ子で入ってるって、生身の人間の中に映画の役の俳優も同時にいるという、そういうことですね、だからあの、だからテタリックで結ばれる劇場っていうのは、例えばだからどっちもだから対象なんですよね。だからその対象っていうかどちらの役割も同じで、同じです、はい、全く同じなんですよね、まあ、基本同じです、製造工場が入ってて、はい、ちゃんと、はい、同じ数学があるんです、ね、だからこれってのは例えばあの、はい、分かんないですけど量子論理とかあそこら辺で使えないんですかね、うんうん、なんかその他世界とか、うんうん、まああの先ほども出た話ですが、フェセンコ副所長の話によると量子計算に使われてるっていう、それが多世界なのっていうことになってるか、逆に言うと多世界ということの意味合いがちょっと違う見方でできたりしないかなっていう、ちょっとね、私実はそこについてあのきちんと把握してないのでよく分かんないんですけど、おそらくですが、うん、おそらく通信の話なんじゃないかなって私は思います。まあ、多世界っていうものが、つまり、うん、こう二つあの独立の数学世界というのがあって、うんうん、あの完全に独立してバラバラのことやってたらもちろんあの、何も出ないんで、ある程度こう通信取り合うわけですね。その通信にエンアベル幾何っていうのを使うんだけど、あのそこがあのおそらくもしかするとその量子計算とかで使われてる。あと僕もうちょっと興味あるんですけど、この IoT って確率って概念っては導入できるんですか？確率、
つまりどういう、だから例えばあの量子力学だと今あのコンタムベイあの量子ベイズ主義っていうのが流行ってて、なんかその要するにだからその、うん、なんていうんですかね、異なる分岐した世界の間の関係を確率というもので束ねて理解してるんですけど、でもこの IoT 的なことでそのあんまりあのなんか確率的なアプローチとなんかうまく接合できると全然違った見え方できるんじゃないかなって。あの確率っていうのは数論においては自然に入ってくる概念ではないんですかね。いやまあいろいろ入ってきてると思います。だからあの確率論と整数論っていうのは、まあ、最初から関係があったわけではないですが、だけど確率変数を使ったいろんな整数論の理論とかっていろいろあって、うん、まあ、そうすると何ですか、例えば最近だとリーマン予想とかにの研究とかにね、そういう話が使われてるっていうのは耳にしたことがあります。あ、リーマン予想にも、まあ、具体的にどういうふうにするのかちょっと私はちょっとよくわからないですけど、これ先生の予想では、うん、いろいろ未解決の予想ありますけど、はい、IoT からいけそうなのってどのあたりですか、次に。まあフェルマ解けましたよね、まずね。で、あとは、そのまあ非常に有名な予想とかではまだないんじゃないかなっていうふうには思いますが、例えばエンアベル幾何の中におけるまあいくつか技術的な予想があるんですね。そういうものには何か応用されているという話は聞いたことがあります。で、あと 2,3 年とかしたらもっと多分いろんな応用が出てくる可能性があると思いますけど、川上さんなんか、はい、狙ってるのあります？いや僕は狙ってるわけじゃないんですけどいやただなんかね、やっぱり話聞いててかなり根本的な、理論だと思うんですよね、なんか今の数学を、まあ、そうするとなんか今まで、まあ、解けなかった世界っていうのは確実に広がるだろうなっていうようなことを思っていて、まあ、実際そういう射程は広いということも文芸先生もおっしゃるので、だからまあメディアに報道されてるのって言ったらね、間違い見つけたら100万ドルのところなんですけど、賞はもう一個発表していて、はい、こちらですね、はい、イノベーター、イノベーター、そうです。でこちらの方で面白い結果が出ることっていう、まあ、でこちらの裾野の IoT の裾野を広げる方なので、あ、なるほど、拡張させていくわけですね、はい、これしかし4月まであっという間ですけど楽しみですね、と来年の4月に行われるカンファレンスで最初のイノベータープライズの受賞者の発表も行う予定です。でこれひょっとしたらチャレンジャープライズも該当するものがあったら出る可能性もあるってことですよね。やっぱりそれってすごい査読が時間かかるもん、ね、ああそうか、そうか、ベリフィケーションが大変なのか。でプライズがあるとみんながどんどん参加してくるって効果あるんですかね。それはあるでしょうね。これプレス的にもかなり注目を浴びると思うんですけど、これどういうイメージになりそうですか、このカンファレンス第1回UGC カンファレンス。望月さんも出るんですよ。いやだから望月さん、はい、多分生身の望月さんがいらっしゃると思うんですけど、かなり激アツですね。ただそのだとするとあれですよね、まだその辺のなんか打ち合わせとか全然やってないけど、もしそうだとすると例えばプレス入れるか入れないかとか、まさかとこのエクストリームサイエンスの打ち合わせ、生打ち合わせなんかその辺ちょっと微妙です。海外メディアとか放送は入れるんじゃないですかね、ネット放送は入れますよね。多分それ見てくれればいいんじゃないかなただ生身の望月さんに例えばこうその場で新聞記者さんがインタビューできるかっていうと、それは望月さんもしかしたら嫌がる、嫌でしょうね、意味ないとも難しいですね。だからあれですよね、そのさっき川上さんおっしゃってましたけど、内容でも内容が理解できない人に言うのは無意味だっていうことで、ってことで雑談だったらいいんですかね。だから全く IoT に全く関係なく何のための雑談なのか、だからそうだから意味ないんで、結局だから論理的に意味がないってことは、どっちにしても、いやいや、だからやっぱり無人さんの性格ってね、決して堅物じゃないんですよ、実際ブログとか見てても、はい、面白いですよ、面白いですよね、はい、でも、はい、やっぱり性格を表れているのは一番最初のブログの記事って読まれました、一番最初は忘れた、読んでます、そうですよね、一番最初なんでしたっけ、はい、一番最初あるんです、はい、一番最初は私はなぜこのブログを書くのか、もうそっから始まるわけですよこのブログをやる意味とは何なのかっていう、しかもそれ1回じゃないんですよね、1年後にまたもう1回それをさらにそれを深めたの、原点をね、そうなんですよ、はい、だから原点をずっと
と、うん、あの掘り続ける人なんですよ。その1回じゃなくて積み上げるだけじゃなくって、うん、もう1回原点が戻るんですよ、うん、だからそういう人だからきっと IoT 理論みたいなものもあの考えた人なんだと思うんですけど、うんうん、だから決してなんかあの別に固くもないし、うん、あのまあ全然あのいい人なんですけども、なんだけどあのやっぱりそういう理屈は常に、うん、ある。でそれがまああのあのまああのまあ理解できない人っていうか、あの普通に聞くとなんかすごく難しいように思われるっていうだけですよね。だからそれがその、新聞記者さんとの関係でいうと、例えば望月さんご本人は新聞記者さんと例えばこうコンタクト取るとかっていうことは、まあ、意図的に避けられてますが、僕が望月さんの紹介をあの新聞記者さんと実際コンタクト取って、そういうことは全然止めたりはしないわけです。ああ、なるほど、うん。それはもうどんどん加藤さんのその個人の考えでやってくださいという、うんうん、そういう意味でもね、だからまあ合理的というか、合理的なんですね、うん、すごく合理的なやつです。なんかその数学界の課題ってあるんですか。例えばこれよくある批判としてなんで海外で発表しないんだってあったじゃないですか、うんうん、で私はそれ結構不当な批判だと思うんですけど、うんうん、なんかその辺の今の数学界を取り巻く課題ってのあるんですか。なんか日本にいたら不利になってしまうとか、その欧米の、うん、まあ、学会とか大学にいないとなかなか伝わらないっていうのはあるんですかね。うん、まあ現実あるん、はい、ということですね、うん、そこは。なるほど、でやはり望月さんが例えばパリとかボストンとか、はい、うん、まあ、あるいはボンとかね、うん、そういうところに、まあ、数学の、まあ、そういう重要な拠点があるわけですけど、そういうところに来ないのはなぜかっていうのは全部昔から言われてたことですね、うん、えー、だからその人も人間なんですよね、そこね、うん、そこら辺はね、うん、で実際そのやっぱり数学の新しい理論ができた場合、その理論が広まっていくこうパターンというか形っていうのはやっぱあるんだと思うんですね、うん、それは例えば20何年30年近く前ですが、アンドリュー・バイルスがフェルマーの最終予想を解いた時もやっぱそういうことが起こったわけですけど、その大体まずその、理論のその作った人の周りの数人という核が生まれますね。なるほど、はい、で次にその人たちの外側にだいたい数十人単位ぐらいのこう第二層が出来上がるっていう、うん、でその人たちが今度は彼らの言葉でそのコアの仕事の説明を今度はこう第三層の人たち、これはだいたい何百人単位ぐらいになるんだけどっていう人たちにこう説明し始めるっていう、そういう形でだんだんこう広がっていくわけですよ。で、そういうなんか層の形成というのが全くなかった、うん、で残念ながら日本ではその層ができなかったっていうことなんだろうなっていうふうに僕はあ、まあ、多少なりとも認めざるを得ないのかなと。あ、でそういう意味で言うと、うん、今回の IUGC はそう、だからそれですよね、そう、そう、大きいです、すごい大きいですよね、だから我々は第2層のコアになりたいですよ。でどんどんこの波紋を広げていくわけですよね。そうです、そうです。あ、なるほど。でも、うん、お話今日伺って思ったんですけど、うん、IoT は決して従来の数学を壊してるわけではないわけですね、はい、それと、うん、両立可能 で、うん、でちょっと広げてるわけじゃないですか、うん、そういう意味で言うとユークリッド幾何学があってリーマン幾何学が来た時、別にユークリッド幾何学自体を否定してるわけじゃないから、うんうん、なんですかね。だから、うん、その、うん、まあ、数学者にとってはむしろ歓迎すべきこと、うん、みんなどこで引っかかってるんですかね、なんでしょうね、実際望月先生自身もそんなに、まあ、NHK の番組とかっていうのもね、評価もされてる部分もあったんだけども、はい、望月先生が文句言ってる部分もあって、前編と後編で、そうですね、はい、だからそれは要するに自分は普通の数学をやってるんだっていう、そうそう、望月先生的にはそう思われてるんですよね、うん、決してとっぴなことやってるわけじゃないっていう、うん、そこをちょっと強調されすぎてる、番組はちょっとね、はい、そういう、はい、当然今までの数学の、まあ、成果は、はい、まあ、踏まえた上で IUT が出てきてるわけですからね、はい、まあ、番組作る方がねもう画期的な、もう夢の内容もあって言いたいですよね、そうですね、はい、ちょっと CG がよくなる京都のなんかこういう庭園みたいな、いや、まあでもまあいろいろよくできたと思うんですけど、面白かったですけど、もちろん面白かったですけど、面白かったですけど、僕は思う今だから数学の精密化だと思ってるんですよ。あ、だから例えばリーマン予想とか、うん、リーマン幾何とか、うん、非ユークリッド幾何学というのはある種その
幾何学の枠組みを変えた、どういうふうに変えたかというと、その、まあ、幾何学における一種の精密化を行ったっていうふうに思えるわけですね。それと、まあ、結構似てて、あの、僕、あと、その、あれ、エンアーベルっても読むんですかね。はい、エンアーベルの、はい、じゃないと出てこない豊かな構造だと思うんですよ。そのアーベル君だけだと、やっぱりちょっと、簡単なんだけど、そんな豊かな構造出てこないっていうか、この我々の現実って、まあ、汚いじゃないですか、いろいろ汚いっていうか、なんだけど、その対称性とかがそんなに、要するにあんまり綺麗じゃないからこういうなんか豊かな構造が出てくると思うんですけど、そういう意味で言うと自然数って十分になんか汚いんでしょうね。汚いっていうか、その足し算と掛け算が共存してるから、すごく豊かな構造があって、あの、ああいう数値実験してもなんかすごくなんかすぐには分かんないような豊かな構造あるじゃないですか。うん、その対称性とか美しさとか単純さと、その複雑さとか豊かさとか多様性の関係っていうのは数学者から見るとどういうふうに見える、うん、それはなかなか難しい話ですけど、まずそのアーベルかエンアベルかっていう話で言うと、うんうん、まあ、エンアベル、アーベリアンなものよりもこう遠くにある、うんうん、そのより複雑な対称性を持ってるものの方が、あの、その対称性からもの自体をこう復元しやすいっていう、うんうん、まあ、それがあってエンアベルっていうのが重要なんですよね、うん、で、だからそういう意味では、あの、数学的な観点から言うと、その複雑なものほど、まあ、美しくて便利なわけですよね、うん、そういうことになりますよね。あの、例えば変な話ですけど、うん、将来 AI が出てきて、そのエージェントでパーソナリティも復元できるってことになった時に、あの、加藤文元先生っていうパーソナリティを復元しようと思ったら、かなりその単純にできるんじゃないですか。いや あの、我々一人一人はだから意外とそのアーベル的なところにいるわけじゃないですか。うん、なんかそのだから何ですかね、その LLM で、あの、なんかチャット GPT とかが振る舞っている時に、あれはある種の統計的な、まあ、学習した結果のディフォートだと思うんですけど、一人一人の言葉の使い方ってすごくちょっと特徴が、うん、だから川上さんとかいつもなんか言葉の使い方がすごく特徴的だなと思って聞いてるんですけど、そこら辺って数学で扱おうというのはすごく遠くの話になると思うんですが、なんか IoT の先にそこら辺まで行けたらいいなって思うんですけど。IoT 的 LLM。うん。うん。何なんでしょうね。でもそれって、あの、その IUGC でそういうプロジェクトとか、ちょっと何年後になるか分かんないですけど。いや、IUGC で、まあ、まあ、いろいろ可能性はいろいろ考えていて、まあ、最近川上さんとお会いしてないから、あの、まだ久しぶりなんですか。まだね、あの、ご相談してないこともいろいろあるんですけどね。まあ、例えば、うん、ちょっとその、いわゆる AI 系の話とは離れちゃうかもしれないけど、うんうん、いわゆるコンピューターベリフィケーションですね。あの、数学の証明をコンピューターで、うん、あの、そのベリファイするっていうのって、すごい進んでるんですよ、今。で、あの、絶対そんなこと無理だろうって、やっぱりほんの5年ぐらい前だったら数学みんな数学者が言ったようなことが今結構できてるんで、それあれですか、カテゴリー論とか、いや、もう何でも本当にいろんなことが、だからそれなんか昔四色問題をやったのが、あれ懐かしいですよね、ああいうのが日常化してるっていう、まああれは本当に組み合わせ論的な問題なので、コード書いちゃったら一発だと思うんですよね。だけど今は本当にあのコンピューターに数学の概念を教え込ませるわけですよ、うんうんうん、教え込ませて、で、あの、証明を、あの、読み込ませて整合してるかしてないかっていう、深層学習的なものも含んでる、いや、あの、まだ私はちょっとそうではないと思います。深層学習的なものではなくて、本当にちゃんとコード書いてるんだと思うんですけど、あ、まあ、でも今、うん、そうですよね、実際にあの数学用の LLM とかね、なんかそういうのも出てるし、うん、はい、なんかそういうところがあの目指すチャレンジがあるんだとしたら、うん、人間には理解しがたい論文をあのコンピューターが理解できるのかみたいな、うん、例えば要約できるのかみたいな、うん、このテーマとしては、うん、IoT 論とかも一番すごく最適なターゲット、うん、最適っていうか、だから例えば最目標としてはあの100万ドルの決着の仕方が、AI が書いたらどうする？うん、そう。ああ、AI が払えばいいんですか？100万ドルの決着の仕方がそうなるっていう可能性って、かっこいいですよね。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。受賞者は AI です。そう、はい。それすごいかっこいいです、ね。あと暗号技術への応用とかありえないんですか？ああ、だから対量子暗号とかに IoT が使われる、かっこいいですね。なんかそういうのって、まあだから素数とか絡んでくるから、うん、なんかいかにもありそうな。あの、なんていうか暗号ってまたいろいろ難しいと思うんですよ。うん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 、なんかこう複雑な
理論を使えばそれだけすごい硬い暗号ができるかっていうと、うん、意外とそういうのって解かれやすかったりとかするとかってあるから、うんうん、そこはちょっとよく分かんないですけどね。なんか、うん、なんか RSA なんか、うん、RSA あたりアタックして解けちゃったら意外とインパクト大きいと思うんですけど、どうなんですかね。だから意外と僕なんかそのだから IGC って最近川上さんがね、あの、まあ、すごく数学好きで純粋数学好きだったの僕よく分かってるんですけど、一方でひょっとしたらそれなんか思いもかけない応用も出てくる可能性があるんじゃないかなって。でも純粋数学別に好きじゃないですよ。え、そうですか。いや、数学は好きですけど、現代数学好きですけど、僕もともと物理学の方が好きなんで。まあそうですよね。だから言ってみると、数学だからその数学好きなんだけど、そういうなんか、はい、ひょっとしたらなんかすごい応用可能なものが出てくるだろうなっていうのはすごい期待してるんですけど、あ、うん、あと前大学、うん、前大学の中の組織なんですね、うん、IUGC って。うん、全大学の中ではこの IUGC ってどうなるんですか、位置づけとしては。あの一応それ の, あの入門講座をあのやるんですね、はい、出します。あの、はい、あの普通に授業であの入れるとあその授業は受けられます。 IUT の授業があるんですか。 IUT1 から4まで1から4、はい、あります。単位ももらえます。単位がもらえるんですか。望月さん の, あの1から4に対応してるわけじゃないですか。ないですけど、気仙光さんがやります、はい、あの授業を。本当に、はい、あの IUT 理論を学ぶスタート地点の手前ぐらいまでにはたどり着けるという、そうです。他大学の学生もそこだけちょっと科目履修とかしたい人いるかもですよ。あれ、あ、そっか、それはちょっとまた、まあね、ポリシーは、うん、いや別に公開しても全然いいと思ってるんですよね、普通にね、ああいう、あの IT の普及のために作ったので。あ、そうですよね、多分全大生ね、まあ、一応5000人あの入ってきますけど、うん、まああの単位を取る人ゼロっていうのも十分あり得る。そもそも単位取れるかっていう。それ試験どうするんですか。まあ履修者いるかっていう問題もありますよね。履修者いるか、いるかですよね、うん、挑戦する人いるかどうかも怪しい。 1ぐらいからは、まあ、1で例えば何千人といても、うん、2ぐらいで10人ぐらい脱落してる。4とかもゼロになっちゃうとかあり得ますよね。まさか全大学は大学生はそれ必修にするとかそういうことはないですね。あ、必修じゃない。さすがにそういうことはしないと思いますが、はい、あのちゃんと取っちゃいけない授業、むしろ取ってはいけない科目である。あの卒業のために計算してはいけない科目であるってことはちゃんと面白いな、はい、うん、いや、ライアン面白かった。面白いです。ちょっと最後一個だけ聞いていいですか。先生に聞きたくて、あのこの本も読んだんですけど、あの数学と音楽が似てるってこれ本なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、うん、あの例えばこういう論理構造がありますと、まあ、P が Q でかつ Q があるなら P もあるだ、例えば風が吹いて埃が立つと、埃が立って人の目に入るんだったら風が吹くと人の目に入るっていうのは、これはそのここにも書いてあるんですけど、なんか人間だったらみんなそうだよねって思っちゃう、正しさじゃないですか、うん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 、これが不思議なのと、あと最終的にこの IUT 理論って先生にとってはこのぐらい自然な感じがするんですか。いや、それあの、はい、最後の質問に対しては、はい、あの私はとても怖くてそうは言えないですけど、はい、そこまで自然かなっていうのは分かりませんが、はい、でも 論理はだから僕は思うに、うん、そのあの今紹介していただいた本の中でも言ったんだけど、はい、やっぱり論理って流れだという、はい、ふうに思ってて、はい、流れイコールは音楽だからみたいなね、うんうん、そういうふうには思ってて、うん、だからなぜ例えば P ならば Q かつ Q ならば Rならば P ならば R なのかっていう、うん、この根拠ってまあ何かって聞かれたらみんな困ると思うんですよね、はい、それが気持ちいいからじゃないですかねとかってもしか答えようがないじゃないですか、うん、これだけどもし P ならば Q かつ Q ならば R ならば Q ならば P とかね、うん、いうふうになったら気持ち悪いですよ ね、 すね。それってなんかむずむずします、ね、流れとしてなんか、うんすごくなんか破綻してるというか、そういう音楽聴きたくないでしょみたいな、はいうん、そういう感じのことでなんですよ。だから、うん、あのそういう意味ではどちらかっていうと、まあ、数学っていうよりはこうその数学の正しさをどう我々が感じるのかっていう現象学的なところで、うんうん、という意味合いで書いたんですよね。まあ、そこまでなんかあの 気に入っていただけて私は、はい、あの光栄です。嬉しいです。でも子供も、例えば数学とか算数をすごい勉強しなくても多分これ分かるっちゃ分かりますよね、うんうん、まあ、ピンとくるってこれが何でなんだろうなっていうのはすごい不思議ですよね、うん、ねえ、だから、うんまあ、なんかどっかでこう人間性なのかなという、うん、でも一方であの、はい、モンティホール問題って有名な問題があって、はい、あれものすごく偉大な数学者でも間違えるというか、はい、でもあれですよね、直感的になんか、うん、
間違えちゃうんですね、あのね。うん。いや、でも、モンテコール問題は、あれはちょっとずるだろうと思う。まあ、ずるいけどね。前提条件をちゃんと話してないからですよ。前提条件ちゃんと説明したら、うん、あれも間違える人はいないですよ。ああ、間違える人はいない。あ、いないです。うん、まあ、そうかもしれない。うん、だから、はい、なんか、そういう、なんかほら、今日だからすごく良かったのは、はい、IoT って今より数学をエグザクトに見るっていう、はい、精密に見るっていう、うん。まあ、それは僕の意見ですけどね。うん、はい、そういう意味で言うと、なんか、モンテコール問題みたいなのが、まだあるかもね。だからその全体条件をちゃんとこうやってみんなクリアにしてそのまま受け止めたら意外といろんなことクリアになっていくのかもしれないから、はい、曖昧に考えてるからね人間って。はい、ということで、じゃあちょっと面白かった、はい、最後じゃあちょっと2人からコメントいただいて。そうですよね、 IoT、 だから IoT これがどうなるかとか研究所どうなるかとか、はい、ちょっと川上さんからお願いします。はい、はい、なんていうか僕思うのはまあ望月先生の言ってることっていうのって僕は当然素人だから数学的には分からないんだけど、ただまあベンチャー企業やってる中にね、ベンチャー企業に似たようなところがあって、これはいけると思うかどうかっていうのってあるんですよね。例えば新しいサービスを作るときに、はい、その時にやっぱり一つはさっきも似たようなこと文芸先生で言ってましたけれども、まずその中心からなんかエネルギーがあるコアっていうのがあるかどうか、でそれ僕はあるっていうふうに思ったんです。でそれでしかもある流れの中で注目されたい状況があって、でこれはまあある種美味しい状況でもある。でそれでもう一つはこれって普通美味しいので経済的な合理性で動いてるベンチャーの世界だとこれは当然ベッドなんですよ。はい、飛びつきますね。飛びつくし、はい、だっていろんな研究テーマある中でも、はい、例えば間違ってるかもしれないんだけども、はい、合ってる可能性もそれなりに、ね、はい、何割かは少なくとも絶対あるはず で、うん、でそれで投資すべきなんだけれども、うん、別に日本の数学界と大学とかでも IoT とかをやろうとしての現れてないわけでしょ、うん、でそれって日本にとっても損失だと思うし、うん、だからそれでそれでやろうっていうのでやってます。あ、今のベンチャーの対応すごい分かりやすいです。あ、確かにビジネスだと飛びつきますよね。飛びつかないんですよ。はい、グワッと伸びる可能性がありますそう。一応ベッドするじゃないですか、はい、だって別に 100% 当たるものはそもそもの、はい、ビジネスしかないんだから、はい、だからこれは絶対かけるべきテーマだと思ってますので、はい、皆さんも応援してもらえば、うん、だってやっぱ日本の数学界がね、うん、なんか世界を変える可能性もあるやつなんで、別になんとなくね、そういう、まあ、愛国心みたいなことを言うとちょっとあれですけども、普通に日本としてもやっぱり応援すべきテーマだと思うんですよね、はい、だって教科書に載る可能性あるじゃないですか。で当時は誰にも理解されなかったとか書かれる可能性ありますよね。あと熱があるっていう話ですね、はい、熱がある、そうですね、それはもう間違いなく、はい、必要条件なんでしょうね、うん、はい、十分条件かどうか分かんないけど、はい、どうですか加藤先生。いや、うん、まあ、私はだからでもそのとはいえっていう方が実は私のあれ、はい、まあ、言わなければいけないことで、うん、つまり IUGC という研究所を作ってそこの所長になるという時に感じたのは、はい、こう、まあ、僕が決心したのは、まあ、今までその望月さんとの個人的ないろんなつながりとかはあったわけだけど、一応そういうのは全部保留にして、かっこ入り、かっこに入れちゃって、で完全にその独立なもの、独立な人として、ニュートラルな人としてね、だからこう正しいか正しくないかどちらに触れてもとにかく決着する、正常化するってことが重要なんだっていうことでやっていこうっていうふうに僕は考えてるんですよ。ただしその決着正常化のためには、やはり多くの人が参入してもらわないとやはり話にならないから、そこをどうしていくのかっていうことが、まあ、私たちのミッションだし、皆さんにもこう協力をしてみてもらわなければいけないところかっていう、まあ、そういうところですね。じゃあこれはその京都の数理研ではなくて、はい、ある程度独立したところにできたというのはかなり意義があるということですね。そうだと僕も思ってます。なるほど、はい、だから例のね、論文も実際には望月さんは査読とか関わってないんだけど、編集から外れて編集長だから、はい、やっぱりそういうふうに見られちゃうっていうのもある、あるじゃない。だインディペンデントな、ね、うん、機関によるベリフィケーションっていう、でも過去にもそういう例であるんですよね、うん、その発見した人の所属する大学で乗ったっていう、まあ、はい、ないわけじゃないです、はい、もちろん、いや、はい、そもそも参考できる人が世界に少ないですから、なんかさっきから何度も出てくるエンアーベル機関ってあるじゃないですか、はい、その重要なエンアーベル機関の専門家が少ないんですよね、そもそも、うん、そうです。これも世界で何人とか、10人20人の世界なんですよね、まあ、おそらくそのぐらいの世界ですね、そのぐらいの世界なんですよね、うん、そうです、ね、で それも一つは、なるほど、だから例えばなんかまあ
僕が聞いてる話で言うと、はい、まあ、修正さんとかが言ってるようなショルジェさん言ってる、うん、言ってるような、あの疑問は、エンアーベル機関の専門家は誰も言ってないみたいな、そういった反応もあるんですけど、なるほど、そのエンアーベル機関の専門家が少ないんですよ。そういう課題もあるんですね、うん、そもそも少ない、うん、でもなんか数学というその概念の運動っていうのは、そういう少ない人たちによって担われてきたってことも、うん、だから昔のね、数学者ってお互いにこうやって文通し合って、うん、だからそこの中でやってきたわけだから、うん、数の論理じゃないんだよね、数学って。多数決でもないし。そうですよね。そこが数学の面白いところだなと思うんですけどね。いや、めっちゃ楽しみですね。期待しております。うん、これ、第2弾出せるんだもんね。あの、この、やりたいですね。カンフレンスとか。あと、AI が決着させたときに、ちょっと。やりたいよ、これ分かんない。まだ分かんないけど。それ可能性もある。はい。それは面白いですね。一番今っぽい決着かなと思います。うんうんうん、はい。ということで、ABC 予想と IUT 理論、エクストリームサイエンスでした。加藤先生、川上先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。